ね、皆さんなんか黄色いゴールデンパスなんていうのがね、ついておりますがね、なかなか業者日にね入るっていうのはなかなかなかったことでございますけどね、今回初めての試みでございますね、高いお金払ってきたわけでございますね、はい、それだけでももうこの目の前で確認付きができるというね、なかなかできないことでございます。はい、今の僕の手元の方に乗っかってるのはこれ、新しく入れましたツインパワーでございますね、めちゃくちゃ巻き感がいい巻き心地がね、これセロじゃないのっていうぐらいに、非常に良くなっております。よく YouTuber の方がですね、ステラを超えた、いや超えてません、ね、今ステラが一番最高級でございます、ね、そしてこのツインパワーが、出ております、ね、ぜひ新しい商品だけではなくですね、なかなか次に屋さんで見られなかったあの商品、この商品、全てご用意させていただいております、ぜひこちらの方のブースの方に置いていただきまして、ぜひ、いろいろ触ってみて聞いていってください、各担当者がですね細かく教えていただけますんで、さらにインストラクター等もですね、各ブースに、準備されておりますんでね、その辺釣りの、ここあそこ、こんな釣り方したいんだけど、あんな釣り方したいんだけど、いろんなところに行ってるインストラクターの人たちがですね、それを、全部教えてくれますんでね、ぜひ皆さん聞いてってください。おはようございます。はい、こんなぬるっと始めてるでいいんですか。あ、わかりました。はい、メタニウムがを紹介しろってことですね。はい、はい、僕を取るよりも先にメタニウムを取っている。はい、両方取っときます。はい、はい、了解。あ、いや全然大丈夫です。こちら主役なので、はいはい、何を話しましょう。コアソリッドボディにすごいの入っちゃったぞってのは黒田さんの動画で勉強してきたんですけども、はい、改めてこういうところがすごいぞっていうのと、こういうシーンで使ってほしいみたいな。そうですね、まあまあ、メタニウムが単純に皆さん、DC 化したんだろうなぐらいの感覚だと思うんですけど、まあ、今おっしゃった通りこのコアソリッドボディの中に、まあ、これ本体 B っていうんですけど、こっち側を、はい、今昔からそうでした、本体 B っていうんですけど、この右側のギアボックスじゃない側ですねに、まあ、これしか今もうないんですよ、本体 B って。で昔はね、この右側半分というか、はい、ギアボックスじゃない側半分が全部ごっそりで本体 B って言われたんですけど、それが、まあ、こんだけになって、まあ、ただこの中に、DC ブレーキを全部搭載するっていうことで、すごく、開発の皆さん、まあね、会場いるんで皆さんもしね、大阪とか名古屋とかでも聞いてもらえたらなと思うんですけど、はい、搭載されてるっていうのがまず1個目すごいところで、でかつ、まあ、特にね、これ20メーターでめっちゃ多かったと思うんですけど、まあ、これ落とすっすよね、みんなね、こうやってね、はい、僕すごいいろんな動画で見たことあるんですけど、はい、やっちまった系動画、はい、それがやっぱまあ起きなくてもいいように、まあ、外で今まで、まあ、中でね、このモード、これナイロン、クロロ、ピーって調整してるんですけど、このモードって中にいたんですよ、はい、で外の5段階だけ、外にいて、まあ、大体ここで済ましてほしいけど、やっぱり極端に風が強いとか極端に違ったルアーたけるってなると、まあ、中もモードごと変えざるを得なかったんですけど、それがまあ両方とも外に出てますよと。なので、まあね、すごいのは1個まずこの、コアソリッドボディに入ったってこともそうなんですけど、プラスアルファで中をいじらなくても、なんで単純に言うとこれを開けなくてもよくなった。現場が開けるってことはないんだ。そうですね、それがまあ多分非常に大きかったんじゃないかなと。知らなかった、うん、でましてや今回ってその、まあ、前回でもこっち側って結構したんですよ、値段でいくと1万円超してたんですけど、まあ、今回当然 DC ブレーキが入るとさらに高額になるわけですよ、この。なのでそれがまあもし落としたら、まあ、よりショックの度合いって大きいと思うんですが、まあ、それをね、まあ、今まで以上に軽減させてくれてるっていうところで、まあ、IGC5 なので、まあ、アンタレスとかとは違った、DC 機構なんですけど、それこそカルコン、カルガタコンクエスト DC だとか SLXDCXT に入っているようなものと同じものが入ってます。で、まあ、一番僕的に嬉しいのは、まあこれね、メタニウムとメタニウムというか20メーターなんで、通常の遠心ブレーキのメタニウムと触り比べてほしいんですけど、だいぶっていうか、まあ、ほぼ一緒、ほんのちょっとだけ実はこっちがちょっと大きいんですけど、まあ、多分分かんないと思います。なんでそれが、まあ、僕らとしては、まあ、同じメタニウムなのにボディが全然違うよって言われるよりは、同じボディの中に、なんですかね、DC ブレーキと遠心ブレーキで違いがあるよっていうところの方が多分、ね、みんな使いやすいと思うんですよ。
まあ、そこら辺が一番トピックスじゃないかなと思います。で、入れれないって言われてましたね。9年間モデルチェンジしなかったんですけど、どうせ入れれないからだろっていうのが、まあ、だいぶ言われてたんですけど、まあ、頑張って入れて、シマノの開発陣が入れてくれたっていうようなディールになってます。トーナメントのタイミングで何を投げるときに DC を多分ね、僕はね、もう20メタしか使わないと思います。あ、はい、あの全然これアップしてもらっていいですけど、はい、あのそもそも DC はあんま使わないので、まあ、でもどちらかというとそれこそソルトのソルトシーンだとか、まあ、使うとしても、まあそれこそちょっと投げにくいもの、スピナーベイトとか、ビッグベイト、まあ、空気抵抗結構 S 字のルアーって多いと思うんですけど、そういったものとかも投げやすいようにはなってます。で、まあ、どちらかというと多分もう DC 使ってる人って DC だと思うんですよ。で、遠心使ってる人は遠心だと思うんですよ。なので僕はどちらかというと DC 使ってるユーザーさんに、まあ、この、コアソリッドボディ含め、まあ、我慢してたと思うんですよね、正直言って。なんですけど、まあ、みんなと、あのみんなというか遠心ブレーキユーザーと一緒のような感覚で、まあ、使ってもらえるので、ごめんなさい、ちょっと、遠心ブレーキユーザーに比べると4年お待たせしちゃいましたけど、皆さんもよかったら使ってねみたいなノリですかね。ありがとうございます、はい、軽かったコンクリートの車両エディションについて教えてください。まあ、多分ご存知だと思うんですけれども、回る動画を撮れっていうことですよね。はい、はい、わかりました。ですね、まあ、そんなにも皆さん多分知ってる、この子一番最初に出たので知ってると思うんですけど、まあ、カルカッタコンクエストの100-101の、まあ、シャローモデルです。で、まあ、横に31って書いてある、まあこれ30だったり31だったり書いてあると思うんですけど、まあ、30とか100とかって基本的にはシマノってスプールのサイズというか、ラインキャパシティですね、で、区分けしてます。で、30とか31、30番スプールは8ポンドが 100m、 ちなみに言うと、70番、例えば、メタニウムとか、は、12ポンドが100です。で、まあ、シャローなので先ほど言ったように8ポンドが 100m で、まあ、僕のイメージ的には、8ポンドを100巻いてほしいっていうよりは12ポンドとかを65とかそれぐらい巻いてくださいってイメージです。なんか8ポンド100っていうとベイトフィネスかなみたいな感じになっちゃうんですけど、ベイトフィネスはまた、ね、しっかり別に去年出たベイト BFS があるので、これちょっと掘りたいんですけど、うん、BFS があってシャローエディション、うん、メタニウムの方とかでも似たような展開があるんですけど、ここの使い分けってどうしたらいいのかなと。まずそもそもでいくと、何をもって、リールって違うかってことを考えるかの話なんですけど、はい、みんな多分ほぼ全員が名前だと思うんですよ、はい、メタニウムはメタニウム、どんなものでも多分みんなメタニウムって思うし、どんだけ仕様が変わってもメタニウムってついてたらメタニウムだと思うんですよ、はい、で、そもそもこれ全然違うリールです、はい、この2つはそれでいくと、ボディは全く一緒、まあ、まあボディっていうかこの持った時は一緒なんですけど、はい、全然違うリールです。なんで僕違うかっていうと、スプールの径が全然違うんですよ。で、カルカッタコンクエスト100-101だったり、今回のシャローエディションもそうです。全部33mm径、この 33mm、 3.3cm のスプールの大きさのスプールです。でも BFS だけ29mm っていうスプール系の、リールなんですね。で、もっと分かりやすいところでいくと、アルデバランって旧来 32mm だったんですよ。で、今現状って、アルデバラン BFS があるんですけど 29mm なんです。なのであれってぶっちゃけた話でいくとアルデバランじゃないんですよ。アルデバランっていう名前がついている旧来のアルデバランよりも小さいリール、別のリールなんですね。なので何が言いたいかというと、全然違うリールです、はい、単純に言ったらメタニウムとアルデバラン BFS ぐらい本来は違う。ただ同じカルカッタっていう名前がついていて、同じあの体をしてるからみんな一緒って思うんですけど、そもそも違うリールだと思ってください、はい、で、今回で言ったら、その、まあ、ノーマルというかカルカッタ100-101のシャローモデルが出ましたっていうところです。で、まあ、これ2つの需要があるんですけど、1個はシャロースプールであるという、はい、これに関しては先ほど言ったように12ポンドが 60m とか 65m とか投げるんですけど、まあ、より軽いものを投げたりだとか、どちらかというと空気抵抗が大きいものの方がいいですね。
なんかまるでベイトフィネスリールって思う人もいるんですけど、 BFS があるんですよ、はい、そもそもだからこっちはリールが違うんですよ。軽かったコンクリートって同じで見えるから、これもどちらかっていうとワーミングっていうよりプラグ小型、まあ、まあ何でもできますけどね、はい、なんでベイトフィネスやるんだったらこっち使えばいいんです。はいはい、でこの子はそうじゃなくて、はい、カルカッタコンクエスト100、101でちょっと投げにくい。なんで 3.5g とか 5g とか何 g まで軽いの投げれるんですかっていうのは正直ちょっとナンセンスで、ここじゃない、そう、それなんだったら BFS 使ってください、ゲ、はいはいはい、ートフィネスなんで、はい、分かりやすくなってました、うん、はい、そうじゃなくて、はいはい、正直カルコン100、101だと投げにくい。だから単純に言うと 7g とか 10g ウエイトがあるけど重心移動がなくて飛距離が出しにくい。あ、スピナーベイトなんだけどちょっとブレードが大きくて空気抵抗が大きくて投げにくい。バルサのクランクでボディがずんぐりむっくりして大きいくせに結構軽くて投げにくいみたいなものを投げてもらうのに適していると思います。ベイトフィネスリールじゃない、みんなベイトフィネスだと思ってるんですけど、じゃないです。普通のリールのちょっと投げにくいところ、若干軽くて投げにくいところ、そんなのを保管するリールだと思ってください。でこれはメタニウムシャローエディションも一緒、一緒なんです、うんうん、はい、基本的にちょっと空気抵抗が大きくて投げにくいものなんかを投げてもらうのがそのシャローエディションモデルだったり、まあ、あとはもう一個は巻き取り量がいらない釣りですね。ボートだとかでフルキャストあんまりしないよいうようなのだと、使えるリールじゃないかなと。関東のリザーバー亀山とかでショートピッチで入れていくとか、霞水池もそうだと思います。霞水池とか、はい、逆に一方で琵琶湖でフルキャストしたいよ、はい、20ポンド巻きたいよってなったら、はい、それこそ普通のカールカッタコンクエストを使ってもらうかメタニウムを使ってもらうかみたいな話になると思ってもらえれば分かりやすいかなと思います。でそれがまず1個目の需要、はい、まあ、ここまでに関してはなるほど機能のお話なんですが、はい、もう1個は、はい、黒いカルコンということ。黒いカルコンというのは、はいはい、あのこれは全然違うお話で、はい、先ほどの話は機能のお話なので、はい、そうやって使ってくださいって、はい、ここからは黒いカルコンって、まあ、これ多分ねここ10年以内で始めた人はああこんな色の出るんだぐらいのノリなんですけど、正直僕みたいに30年とかやってる人間からしたら、まあ、だいぶすごいことなんですよ。初めて。そうです、そうです、本当に、ダウンタウンとおっちゃんなんちゃんが一緒に漫才するみたいな話なんですよね。そこだけ切り取るとあそうなのみたいな、大御所2人のコラボなのかなみたいな話なんですけど、いやそこって水と油って話じゃなかったのっていう話なんですよね。でそれに近くてカルカッタって言ったら基本的にはシルバーかゴールドのアルマイトだったんですけど、はいはい、この色にしたってことがやっぱもう長年やってる人からしたらシャローエディションとかどうでもいいんですよ。 HG とかしかないのどうでもいいんですよ。この色のカルコンを使えるっていうことが僕はそちらの側の人間です。あのすごく長くやってきてしまったので、はいはい、この色のカルカットで釣りがキャスティングの釣りができるのと、はい、厳密にはジギングとかにはあったんですよ、はい、それができる、しかもバスロッドにつけれる、そんなの買うしかないじゃん。僕なんか正直これに一生懸命カルカッタコンクエスト100、101のものを入れるんですよ、はい、いやだったら100、101使えばいいんですよ。そう、そう、そうじゃないんですよ、はい、黒いカルコンを使えるっていうところに価値を見出している方が多分一定数いて、はい、まあ、その方は僕と一緒でちょっと頭がおかしい方だと思うんですけれども、あのっていうのの2つの需要を満たしてくれると思います、はい、1個はシャロースプールであるけど、もう1個はカルコンの黒いものであるけど、はい、でその2つをまあ当然楽しめるっていうのがこのリールになってるかなってとこですね、はい、黒田さんはバスでもこれはバリバリに、うん、運用していく。そうですね、多分むしろシャロースプールっていう意味、機能面でだけ言ったら、はい、金のカルコンにも全部これ入れると思います。もう別に僕従来ついてるスプールいらないから全部これにしちゃうと思います。ほぼ全部なんですけど、一方で、黒っていう色に関しては、まあ、ゴールド使いたい日はゴールド使うかもしれないし、このロトには黒の方が似合うよねとかやると思うんですけど、そんな風な使い分けができるんじゃないかなと思ってます、ね、これは多分聞けないかもしれないんですけど、うん、待ってれば、うん、HG 出ますか。あ、 HG ですよ、全部 HG。 あれ、あ、違う、XG。 XG は、ちなみに先に言っときますけど、このギアの XG は基本的に存在しないです。違うリールなので、だから言ったようにこれみんな間違えるんですよ。俺そうだから HG って、バンって情報出た時あったから、はいはいはい、これ待てば、はい、XG 化とか XG と変えるようになるのかなって素朴な疑問が、先ほども言ったように100、101とは同じリールなんですけど、はい、この子違うリールなんですよ。はい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 、何度見ように同じ側だから同じように見るんですけど違うリールなので、うん、これ入らないです。
なるほど、はい、で厳密あの、うん、そうですね、まあ、今のところは、うん、あそうですね、はいはい、で、まあ、今後出てくるかもしれないですけど、これをノーマルギア化するのよりははるかに手間が島のとして開発するにしても存在しないものを入れなきゃいけないから、じゃあ今 HG で出て黒田さんの動画とかブログとかを見て、うん、ノーマルギアはそうですね、まあまあまあ、できます、はいはいはい、よりゆっくりしっとり巻きたい人は、はいはい、この回復は、はい、できますけど、はい、そうですね、 XG 化は、現状どんだけパーツを揃えても基本的にはできないです、こういうボディじゃない、はいはいはい、そもそもリールが違うので、あでもこれ聞けたの俺すごい良かった、待とうかなと思ってたの、あそうですね、HG って出てノーマルも作れるよって、うん、SNS で見て、うん、でも俺 HG もっと速いの欲しいしなーなんて思って、はい、どうしようと思ってた、はい、じゃあこれ買えってこと、そうですね、 HG 買っていただくのがいいですし、まあ、もっと厳密なことを言うとですよ、はい、みんなギア比にばっかこだわってるんですけど、はいはいはい、じゃあこいつの XG とこいつの HG ってどっちが巻き取り、あの速いかって話なんですよ、はいはいはい、多分これ数センチしか変わんなくて、はい、なんでかっていうとこの子 29mm なんですよ、29mm にどんだけ XG をあの合わせたとしてもそもそものスプール径がちっちゃいから、それをどんだけ分回したところで、遅いんですよ、この子はこいつの方がスプールがでっかいから、はい、でっかいタイヤがついてるのと一緒です、はいはいはい、それゆっくり回したとしてもすごくスピードは速く負けるので、はいはいはい、そもそもみんな XG とか HG にこだとらわれすぎ、そうじゃなくて糸巻き量なのです、全ては、はい、でもやっぱスペックにはいろんなカタログには表記があって、うんうんうん、今機種も増えて、うん、シャローとか、うん、BFS とか、うん、今、うん、今回だいぶ、うん、咀嚼できました、はいはい、さすが黒田さん、いや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 、はい、そういうことかっていうのが、でも聞かないとやっぱそうです、ね、一般のあの地面とかで、うん、まあ分かりづらいですよね、文字だけ見てる人って分かってなかったんで、自分なんかは、うん、あじゃあとりあえずもうこれのでも右からですね、そうですね、右で右、これっていつ出るかは言えないけど、ね、はい、まだまだまだ、まあでも右からです、はい、そんな遠くない未来出ると思っていて、はい、その後にまあ左が出てくるようなイメージなんです、はい、っていうところですね、はい、ありがとうございます、はい、もう勉強になっちゃいました、はいはい、ツインパワーは、まあ、正直シマノって、まあ、バンキッシュステラって言われることが多くて、で、まあ、どっちがハイエンドなの論争あるんですよ、で、まあ、シマノとしては別のシリーズっていう、あのいう風な認識でいます、コアソリッドっていう、まあ、重量よりもどちらかというと剛性感だとか、そういったものを優先しているステラが頂点にいるシリーズ、コアソリッドとクイックレスポンスっていう、まあ、バンキッシュが頂点にいて、まあ、ステラほどの剛性感はないけれども、まあ、バスフィッシングだったりだとか、まあ、エリアトラウトだとか、はい、まあ、シーバスとかでチームですねといったところで、まあ、軽さが欲しいよっていうリールのシリーズがあったんですけど、この子は、ツインパワー自体がもともと、コアソリッドの2番手です。で、ね、これはですね、ちょっとおまけ話なんですけど、はい、某 YouTuber さんと今回、まあ、ステラとの回し比べをするかどうかを議論になったんですが、まあ、今回はちょっとまずくないかって話にはなりました。あの分からないと思う、うんうんうん、ので、まあ、前回のでも相当分かんなかったんですけど、まあ、今回のは本当にきつい、うん、あの正直グリスの塗布量の多い少ないぐらいでしか僕らも分かんなくて、馴染んできたものを巻いちゃうと正直100発100中で当てられるかって言ったら結構厳しいぐらい、まあ、だいぶ肉薄してる性能というかフィーリング感は持ってると思います。で、まあ、皆さん知ってるこのインフィニティループっていう 上下動が遅いね、オシレート、はいはい、が搭載されてて、でこの下にストラディックってあるんですけど、ストラディックはもう出ているんですね、去年出てるので、そこからいくと、まあ、ストラディックとツインパワーの間にこの搭載の可否というか搭載非搭載があるって思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。でそういった意味でいくとインフィニティループがついている機種の、まあ、一番安いというか、まあ、バンキッシュステラの方が高いのでその中では一番安いモデルには一応なる。SNS で結構論争に、はいはいはい、はい、従来の中田の時の最高峰がツインパワーだったんで、うんうんうん、ツインパワーにも乗っちゃったぜってところで、そうですね、そうですね、はいはいはい、安否じゃないんですけども、うんうんうん、苦手な人も、うん、なんで苦手なんですか。ですね、まあ、これで多分、まあ、人それぞれキャスト、あのキャストの仕方とか、もっと言ったらフェザリングの仕方とか違うので、何とも言えないんですけれども、ただ一番今僕ね背負っている大問題がありまして、リール開発で一番偉い人が今からさっきからね俺をずっとガン見してるんですよ。映せないと思うんですけど、俺ねめっちゃ言葉を選んでるんですよ今、本当に一語一句、いや本当にね、あの普通
通の社員さんだったら僕ここがっつり突っ込むんですけれども、そう、一番まずい人がずっと見てるから余分なこと聞いてきたなって今思いながら僕は対応しているようなイメージです。それ聞きたくてやっぱフライデーゴールドパッチ、はいはいはい、正直ね僕はねあんまり感じないんですよ。でただやっぱ感じられる方がいるっていう事実もあって、まあそういった方にはそれこそもう言っちゃっていいですか、はいはい、あのそれこそ、あ、いやそれこそまあ、20ツインパワー使っていただいても結構だと思いますし、であとは先ほど言ったようにストラディックから下は入ってるから、まあ、そこっていうのは、まあ、そういった意味での使い分け本来本意ではないですけれどもされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってます。で僕自身もそうなんですけど20ツインパワーは正直ね1回もオーバーホール出さずにここまで来たんですよ、はい、僕は、バンキッシュとかだったら2年に1回出すんですね、はい、なのでモデルチェンジをまでの間に、まあ、大体2回出すっていうようなイメージなんですけど、はい、1個前のツインパワーは僕変えずに来ちゃったので正直もうあの聞かないでいてほしいんですけれども、今ちょっと安くなってたりすると思うんですよね、はい、なんで逆に20ツインパワーが買うっていう方もいらっしゃるのかななんて思ったりはしてます、はい、でやっぱ それだけ胸を張って4年前のリールですけど、はい、僕は使ってもらって結構だと思ってるので、はい、まあ、そんな方もリアルにいるんじゃないかなと、はい、まあ、ただそれ言い出したらもう新しいもので使えなくなるから、うん、僕としてはすごく満足はしてるかな、はいはいはい、で、まあ、インストラクターの間、シマノのインストラクターの間なんかでもよく言われるのは、まあ、ステラ1台送ってくるんだったら、ツインパー2台送ってくれた方が助かると、2500と4000とかね、釣り物に変えて、それこそ40001台送られるぐらいだったら、はい、ツインパー2台の方が助かりますっていうプロも、で、まあ、それこそ、なんていうんですかね、違うラインを巻いたりだとか、まあ、じゃあどっちか休ませてオーバーホール出してる間にもう一個使ってるとか、そんな話が結構多いような今回のツインパワーじゃないかなと、うん、思います。素朴な印象なんですけど、うんうん、全部今年結構黒でまとめて、はいはい、この色でまとめてきたなって印象、はいはい、そこを聞いたりはできるって、はい、僕としては厳密に言うと前回のツインパワーがちょっとバグってたんですよ。ツインパワーって本来はこの色で旧来のものを見てもらうとそれこそ90年代から基本的にこの色なんですよ、はい、ガンメタです、98でしたっけね、98ですよね、98ぐらいからずっとこの色なんですよ。昔のツインパワーで調べてもらえればいいと思うんですけど、で1個だけおかしかったのが20ツインパワーだったんですよ。で賛否両論それもあってあのデザインがいいって方もいらっしゃるし、だからそこから覚えてる方からするとなんでこの色になったって感じなんですけど、昔から知ってる人だとあツインパワーらしいっていう評価なので、僕はどちらかというとこっちの方が好きです。今回TP がなくなったんです。そうですね、そうだから前回のはちょっ とデザイナーが攻めてたんですよね、はい、なんで穴にゴールドを入れてって、で、まあ、あとはもう一個違うとかね、バリアコートスプールリング、はい、ステラとかあとはツインパワー XD にはついてたんですけど、ここのエッジが、まあ、傷つきにくい、はい、で逆に言うとこれバンキッシュにはついてないです。はい、ちょっと重たくなったりもするのもあって、だからもうそこコンセプトガラッと変えてるんですよね。傷つきやすいとかその剛性感を傷つきにくいとか、はい、剛性感を集めてるコアソリッドシリーズと、はい、まあ何としてでも軽くスルマンのバンキッシュのを頂点とした、クイックレスポンシリーズか、の2つがあるので、まあそこなんかも、いいんじゃないかなと思います。なんでショアの、ソルトアングラー他には結構待望のリールじゃないかなとは思います。じゃブラックバスでは黒田さんは今のところ使う、うん、あ、そうですね、使わないと思います。全く使わないと思います。うん、うん、それはもうバンキッ。バンキッシュかステラを使うと思います。はいはいはい。じゃあ海の浜名湖の黒台とかで、うんうん、ここら辺が、そうですね、はいはい、可能性が今後あるよっていう。はい、で例えばですけど、まあ、僕らの場合ステラもツインパワーもストラディックもバンキッシュも全部持ってるんですけど、例えばじゃあこの釣り物をしたいよってなった時に、例えばじゃあライ偶然巻いてあるラインがステラだといまいち、フィットしてなくて、じゃあツインパワーに巻いてあるラインが偶然ちょっとフィットしてるってなったら別にそこの差は全く僕は感じないです。どっちでもいいです、もうどっちでもいい、別に超過差変わらないの知ってるから。だからもちろんねステラを使いたいって方もいらっしゃると思うんですけれども、まあこれだからあちょっと待ってよ明日試合当日だからとか、ロケ当日だからステラに変えたいなとは1ミリも思わないかな。これはリアルなところで、多分変わんない、何も変わんない、なん
かでも昔のツインパワーとステラの位置づけにまた戻ってきたような、なんかバンキッシュとかが入ってきてストラディックもいて、なんか昔ってステラツインパワーって印象だったのが一回ちょっと迷いがちというかだったのが、またそうから僕はツインパワーって感じに一回戻るのかな。いや厳密に言うとそのコンセプトって多分みんあの何も変わってないんですよ、はい、むしろ、どん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 僕のイメージですよ、はい、バンキッシュに関しては剛性が上がってどん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 ステラというか、コアソリッドの能力まで手に入れ始めてるのが今のバンキッシュなんですよ、はいはいはい、なのでそういった意味では昔よりも僕は曖昧になってると思います。あ みんなは多分そのバンキッシュっていうものが出てバンキッシュっていう名前のリールを使いたかったから、バンキッシュってすごく一人歩き始めしたイメージがあるんですけど、しっかり性能が見れてればあこれ全く違うリールだなっていうのが分かるの でそれが多分浸透してきて、そもそも値段でいくとバンキッシュの下がツインパワーなんですけど、はい、そういうもんじゃないっていうのがやっとみんな分かってきたっていうのが僕の正直イメージです。遅えよって正直思ってますぶっちゃけ。シマノも最初からそれは分かってるから、はい、だから逆に言うと最近シマノコアソリッドとクイックレスポンスっても全く言わないです。みんなが分かるようになってきたから、ただやっぱまあそこ島の説明不足もあっただろうなとは僕は思うので、なんでバンキッシュの下ではないですよっていうイメージだと思ってください。はい、はいはい、じゃあ、大阪名古屋はいます？行くよ。ああ名古屋行かな、大阪は行く。この時どうなの、実際トラブルはどうなの？僕は何も変わらないだよ、ね。うん、で僕は特にただ重たいの使うし、小森さんほど繊細なのでないじゃないですか。でさっさに聞いてもさっさも別にないっすよっつって、ないないトラブルけど今までもトラブってたじゃないですかって話の中だから、でもやっぱいるんですよ。言ってあのね、巻きすぎなんでいいと思う。あの巻きすぎの要は4メーター100メーター巻けます。100まで巻いたらトラブル起きる、はいはい、それは前よりもはるかに起きる、はいはい、でも80にしたら前までより全然起きない、はい、むしろ起きない、はい、これは言い切れる、はい、でただ行っちゃうときはドバッて出るから、はい、収集つかなくなる、はい、それは、はい、巻きすぎなければ怒らない。わ、はい、かりました。もう何の問題もない。ちょっと本人に一応僕からも伝えておきますけど、いやすごい気にしてて小森さん買ってくれたの知ってるから、黒田あれ本当にあの何も優勝じゃないのに申し訳ないけどヒアリングしてほしいって言われて、それは言ってた。バンキッシュのインフィニティループの、そうです、まあ、だからインフィニティループ全部一緒です。基本的には小森さんあたりに言ってもらうと俺は嬉しい、あの嬉しいっていうか、まあ、心強い。全然最初は実はね、実は本当のことを言うと最初はめちゃくちゃ疑ってたの、はいはいはい、できっとトラブルは起きるだろうと思った。で今回ばかりはメリットが少ないから、はいはい、トラブル起きたらトラブル起きる、はい、言おうと思ってたの、はいはいはい、起きない。だから実は11月からずっと使ってんだけど、はい、起きない、全く起きない。糸巻き量の調整だけで、だけでもそれでもね、他のリレーも一緒だから、うん、それぐらいの微調整はどれも一緒ってことですよね。一番ベストな量で巻いたときに、もしくはそのベストな量よりちょっと少なくしたときにはまずトラブルなんか起きない。SNS だと逆テーパーにしたら何だろう。完全取材始めてませんかこれ。そんなのも書いてあった。黒田さんはインフィニティループのところへんのは逆テーパーにするとなんですか、となんかトラブルドバッと出てなくなるんじゃないか。いやいや逆っす。逆、はい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 、そう、あのもう全てはこれ聞いたときに、はい、島野だってそんなこと理解してるんですよっていう、あの一言に全てが集約されてて、絶妙な販売で出してるわけだ、ね、悪くなったものを出すわけねえだろうっていう、それはもちろんあったから当然購入してみたわけで、だから当然こっちもあれを探してやろうっていう気持ちもあったけど、ない、問題ない。ドラッグがちょっと変わっててね、実は前のドラッグよりもちょっと硬い、あ、うん、で出方が、出方が、あ、言ってきます。あの多分バッと緩められるようになってるんだよね、はい、パッと緩められるようになってるの、システム的に名前ついてる、はいはい、クイックドラッグね、ダイヤさんで言うね、はい、になってるんでしょ、はい、まあ、ちょっと味付けは変えてる、あの、うん、シートが変わってるんですよ、うん、で今までよりも長期間持つんですよ、うん、あのなんですかね、変えなくていい、うん、頻度を変え、あのカーボンシートなんですけど、うん、それが変わってるので出方が変わってるのは事実、はいはい、それが19と23で変わってるはず、バンキッシュだと。ちょっと出方が違う。そう、出方が違う。ドラッグ調整が今までと一緒じゃないな。そうそう。で、小森さんは多分それにそういう風に感じたんだと思う。違うのは事実。そこは違うのは間違い、はい、なるほどですね。よかった、よかった。いや、もうトラブルなんか一切ないよ、本当に。評判がそんなに良くないって、はい、お客さんも言うんだけど、はい、いや、どこの評判だろうって。はい、だから1日貸したりもしてたの、はい、俺なんでこんなことでお客さんに1日島のリールを貸して自分で買った6倍のリールを貸してやってんだろうと思うけど、はい、全く使いやすいですね、はい、でしょって言って。今年どれ買うんですか。いや、今年はね、今年は新しいのが出てないんで、島野さん。そう、特段ないですよ、ね、そう、ツインパワーはいらないんですか。ツインパワーは僕ね、
あの 2000S ってのを使ってるんですけど、別にツインパワーだから使ってるわけじゃなしに、当時は 2000S が欲しかったんです。ああそうです、言ってましたよね。スロールに巻きたかったんです。だからまあ馬力を増やせたら増やしたいかな。それぐらいですよね。全然あの23の馬力で僕は OK。 やっぱあのね、あと使ってて思うのは傷がつきにくいよね。あそうですね。なんかね、はい、あの塗装強いですよね。塗装強い、それはすごく感じてる。昔の島野さんのリールと比べると本当1年使ってどこも傷がないんで、すごくいいリールで。わかりました。ありがとう。あの、大阪で確実に、はい、ちょっとまたお願いします。ピートの相性もすごく良かった。ありがとうございます。これ超最新ですよ。これが新しい、あの DC が入ってるメタニウム。これだって高いもん。これがメイン。今メインって何が一番決めてない。左巻きに関しては、はい、はスプールにシャントが入ってる理由がちょっと使いにくいんで、これ一番買いやすくて最新で、これいいですよね。スプール入れてっていうところが、まあ、そうかな。シャフトはあり、あるリアル。島野さんはそれがポリシーなんで、シャフトそうですね。ないのアルデバランだけですよね。そうですね、一応、まあ、全シャフト自体はもうある、ついてるのはついてる、はい、そう、あのセパレートになるのもアルデバランだけど、はい、価格的にはでも一番これいいですね、はい、海のリールはこれを回してます。あそうなんです、ね、何台か持ってやっぱ潮で絶対壊れてくるんで、ここら辺の価格帯のでローテーションして長も軽いものがねピッチングしにくくなるんですよ、ショートがあると。でできるんですけど多分ちょっとタッチが変わってくるから、普段僕もともとハブだったので、やっぱそのセパレートっていうのはすごく大事なので、だからアルテバランを使ってるんですよ。これはやっぱりあの多分本当にスプールフリーがしっかり出て、はい、で、ちょっとのインプットでパッと転がるっていうのはベアリングまで専用設計してやってるんで、はい、そこまで持っていくとそういう質感のフィーリングになってくるですね。これはすごくいいです。ありがとうございます。これって23の方です。はい、22ですよね。はい、はい、そうですね。ってことはスプール系が28の方ですね。そうですね、21、9って交渉をしてて、はい、まあまあ大体29。これ前のやつは29でしたもんね。前の、あこれが29で、あの16世代のやつが30。あ、30、はい、32ある。そうです、はい、そっちをね、使ってるんですけど。あ、ありがとうございます。これは3台持ってて全部使ってるけど、うん、あれはいいですよね。これは軽めの打ち機で使ってる。カバーで使ってます。カバー打ちで、はい、14ポンドを35メーターぐらい巻いて、はい、やっぱノンシンカーとかバックスライドってこれぐらいの軽さ、フッてこう、こう振らないでこうやって投げたいんで、僕ノンシンカーバックスライドもこれですか。これですよ。ただそのスプールがあのちっちゃくなっちゃったから、はい、やっぱりその巻き合わせが効かなくなってしまって、はい、前の30を愛用してるんです。そうですね、そういう方が多いですね。やっぱり32ミリぐらい欲しいっていう、そうですよね、はい、方やっぱいらっしゃいますね。そういう要望に向けては何かまた来年、再来年とか変わってくるものとかも。今のところは予定ないですね。まだ22年に出したばっかりなんで。まあ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 、あっても言えるわけないじゃないですか。まあまあ、いやそうですけどね。まあ要望とかはしっかり聞いてくれてるんだなってのが今印象として。常に未来に向けていろんなものを作ってるに決まってますよ。10年後ぐらいのものを作ってるのが。それで出てきてこっちは驚くわけで、だから YouTube もあるわけじゃないですか。そうですね、そうですね、真理です。そんなの今全部言われちゃったら YouTube 真ん中なり終わりです。これ新しいやつですか。そうですね、30番。これもマシャロー、これもマリンとロープロファイルがいいから。いやでもこの100番ボディはあの実質バンタムとかとアンタレスとかと使用感はだいぶ近いんです。丸型だけどロープロのように使えるっていうのをちょっと頑張って狙って設計したようなモデルになってるので、裏も違うんですよ、約90g。まあ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 、違いますよ。そこですね、重量的なところが大きいですよね。あとはまあやっぱもうメタのシャワーエディション、はい、あの辺でちょっとだけ糸巻いて、はい、あの巻き上げ速度を
ちょっと維持しつつ、ピッチング対応させるみたいな。じゃあ200、200、はい、使い方やってください。メッタのシャルエディションは使ってるんですけど、でもやっぱりこっちの方がピッチングしやすいですね。本当にもう軽いところになるとどうしてもかかるんで、はい、これ使うならメタニウム使っちゃうまでに。なるほど、ってなってくるんですよ、はい、軽いしかも220g までもなくできるから他にもいっぱいありますもん。欲しいんだけど出しどころって確かにどこだろうってのはすごい朝からジギングチーバスのジギング。いやいやいや、もったいないですよ。あと、タイラマこういう使い方するけどあれで細ピーでしっとりと巻き上げる系。まあ、本当にやっぱり、まあ、赤も単純に丸型好きな人は、やっぱりマイクロクランクとか、はい、まあ、やっぱ 7g とか切ってくる、7g 前後のちっちゃいタイニークランクとかを、胸の筋トレで長くして、丸型がどうしても使いたい、巻き感が欲しいっていう人は、ハマるんだよ。コンクエストの BFS とシャローエディションだったらどう使い、はい、買い分ける。5グラム以下が多いんなら BFS、 5から10が多いんだったら絶対これ、はい、絶対これなんだ。腑に落ちました、はい、分かる。間をちょっと埋めに行ってる感じですね、はい、ノーマルな100はもう7からも使えるけど、はい、やっぱ10ぐらいが、うん、あのストライクになってきて、で基本フルラインで使う想定でいろいろこう設計してるんで、はいはい、だからそういうところで考えてたと思うんで、だから小森さん結局あれも1個いっとかないと、何でもかんでも僕に交わして動画撮るだけ全部レビュー送ってくれたら何でもレビューしますまあ俺が買って渡せばいいんですね。そうそうそう、これレビューしてくれたらシェアしていただいてシェアしていやでも魅力的な、ね、色がいっぱいあるんで、はい、僕はあのやっぱりこの重さ使えるんだったら他にも使いたいいっぱいあるから全部試してみたくなっちゃうんで、軽い方とか、そういったように特化した感じで喋ってる方が面白いなと思ってるんですけど、そうするとやっぱり結論はアルデバランの BFS、 アルデバラン完成されてますよ。完成されてます。だって数々のラインナップとは全然一画濃くしてこれを出し続けてるっていうのが、うん、島野さんとしてもこれは必要だと思ってるってことなんで、やっぱもう BFS はもう本当に BFS 用の設計しないとできないんですよ。そうですね、はい、だからもうそれはもうラインナップとしてはBFS って冠がついてるものにはもうそれの確固たる専用設計が入ってるよっていう、こんだけある中でできないことをこれでやってるんだから、うん、こいつはやっぱずば抜けてるんですよ、うん、っていうふうに僕は思ってて、シャマノさんの中で一番おすすめならアルデバランだってずっと僕は人には言ってるんですけど、そうですね、ああその他のあでもメタニウムは聞いたことありますけど、はい、何を使ってもこれが一番僕はいい、うん、丸型は断固として使わないなっていう印象はあります。まあいいと、本当に僕は一ユーザーとしては理由何使っても一緒だと思うんですよ。その好きなもの使えばいいんで、でもその中でもやっぱ特化したもの使いたいじゃないですか。で、僕島の方が好きなんですよって言われたらこれ使ってみてくださいよって言えるし、僕違うメーカーの方が好きなんですよって言ったらあのメーカーだったらこれが、これだったらこれ買うかなとかいうのがあっていいと思うんで、でまあ島の派の人は全部島のだからもう僕は言う必要もないんで、気持ちもわかるし、はい、僕昔全部シマルだったんです、はい、アブに入る前はずっとスコーピオンだったんで、名作ですね、1500とかね、うん、もう持ってますよ、はい、だに10台ぐらい使ってました。あのイメージに近い SLA からですね。そうですよね、はい、多分こういう隠れた名品系なんですけど、まあ隠れてないですよ、もうスクールの、ね、スペック的には相当使いやすいです、はい、はい、だから普通のなんか、まあ、もう野池とかでちょっとキャストもしたいっていう人にはもう絶対こういうのがハマりますね。これぐらいのラインキャップがやっぱ欲しがる人がやっぱおかっぱり1本2本しか持たない方とかはやっぱこういうのが、はい、今の島のラインナップやったらやっぱ70番ぐらいがボリュームゾーンになるんですよね、はい、FGL3 がもう乗っちゃってるんです、はい、そうです、入ってるんでキャストフィールは結構担保されてるというか保証されてる。黒田君も言ってましたもん、だって数揃えるったら値段的にはこれだって。あ、そうですね、数持つならこれで持った方がいいですよ、小森さんも、うん、金かかっちゃいますね。金もかかりますね。サンタが持ってくるまで待つしかない。これビッグベイト用の新しい MD。 あ、大事ですよこれ。モンスタードライブっていうか、そうだから 200g 超えていったらこっちまで使えちゃうかなってさっき言ってた。あ、20ポンド以上のライン貼る人用って感じですね、はい、やっぱりもうラインキャパでもとにかく選んでいくしかないかなって感じですね、使うラインで。これいいですよね。
このジャンル結構いりますからね、どんな時にもね、はい、案外小森さんでかいの投げますもんね。リール、そう、でもリールがなくていつも困ってない、うん、無理やり締めて、これ買うのも買って送ってきて要検討で、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。釣り子 TV をご覧の皆さん、今日はバスプロのコスプレをした小森つぶい子です。ここ会場違いますよ、小森、コス会場、リングス、エンジンブースでバスプロのコスをした小森つぶい子が、今季の新製品を、はい、解説いたします。お願いします。コンクルージョンからはですね、今季竿が2本出ます。まあ、いよいよこの春ですね、いよいよ発売になります。KOMC の 65MLS、ベイトワーミングロッドですね。このロッドの特徴は散々言ってきたんですけども、ベイトワーミング、まあ、バットパワーは魚を寄せたりカバーを打ったりするようなパワーがありながら、ティップをソリッドでちょっと入れてやる。これによって、まあ、ワームの釣り、特にシェイクをする釣りとかフリーリグみたいにちょっと持ってかせる釣りとか、そういった釣りが、まあ、幅広くできるようになるかなと思います。でこのロッドの、ね、特徴は、まあ、そういったところなんですが、もう一つ最大の特徴、このフラットバックキャスティングシート、これがついてます。このシートね、もう出た時から一目惚れです。実はね、去年この竿発売できる予定だったんですけど、このシートをつけるためにやり直して1年かかってしまった。それぐらい発売を延期してでもこれをつけたいっていう僕の希望で、まあ、つけたんですけども、何がいいかって、これリールつけた時に結構ガチッとかかってしまうんですね。しっかりリールがロックする。前までのリンクでやってるのと、まあ、止まってはいるんですけども、それよりももっとなんかこう押さえつけられた感じして、すごく剛性感が出てる、はい、それでいながら、まあ、この後ろの部分ですね、ここはまあすごく持ちやすくなっていて、まあ、デコボコしてなくて持ちやすい。で、まあ、フラットで手に触ることによって、その感度っていうのを、竿を触ってリールシートの後ろから出てくる感度っていうのはすごく保たれて、まあ、すごく使いやすいリールシートです。まあ、これを乗っけたら、これ色も結構かっこよくなったんですよね。なんかフロントの時とちょっと雰囲気が、はい、かなりかっこいいです、はい。まあ、この六角形のコンクルージョンリップ、リールシート、リールグリップとそのデザインが合うので、まあ、これまた含めてすごくかっこいいデザインになったな。これがいよいよ発売になります。これとですね、もう一本、コンクルージョンからは紹介します。これですね、 68M、68の M、 はい、これはですね、まあ、これも散々もう作ってからだいぶ経ってしまってるんですけども、ようやく発売できるようになりまして、これはね、ロングキャストロッド、はい、アワービジネスとかそういったことにも使えるんですけども、基本は硬いスピニングロッドで遠くまで投げたい。で遠くまで投げると柔らかい竿どうしても腹筋がうまくいかないんですよね。なので例えばこれ P の08とか06とか使って、ルアーは1000本の4インチとか、ヤマタヌキとかそういったのをバーン遠くに投げていただいて、遠くの方でガッツリフッキングさせて魚を寄せる、そういうことができるロッドです。なので、まあ、おかっぱりとか、これここで今全く同じこと言ってるんで、これ誰ですか？これ僕ですね。これ夏のものです。これコスプレ前で、とりあえず遠くまで投げて遠くで描いた魚を寄せる、そういうことができるロッドです。これの2本がいよいよ、まあ、持ちして、ちなみに、はい、トリットティップ、こいつはね、チューブラです。ストリットじゃありません。あ、小森さんのチューブラ珍しいですね、はい、やっぱね、その曲げる必要がないので、こいつはレギュラーで曲げてるから、はい、ティップ曲げる必要ないんですよね。ティップを曲げる必要がないから、はい、チューブラー仕様にして、でとにかく、まあ、担いで遠くまで投げるっていうのは、担いで反発力だけで遠くまで飛ばない、そのための硬さっていうのも生かしてる。フラグとかの相性はいかがですか？フラグはね、もうこれやらないですよ。あくまでもワームの遠投、はい、やるんだったらビッグベイトとかそういったのをやれます。なんならスピナーベイトやれます。フットボールやります。それぐらいの竿なんですけども、全体的な硬さを考えるとフラグは魚弾いちゃいます。かけに行く竿ではあります、はい、だからかかる竿ではないので、その辺はあのグラスのスピニングロックとかとは違うんで、去年のトーナメントシーンだとどういう場面で活躍したとかって、この番って、一つはパワービネス、これは圧倒的によく使いました、はい、それから、フットボール、これもよくやりました。あと、ヒバラコとか、ね、やっぱりそのでっかいワー、それを使ってディップをやるっていう釣りをやりました、はい、そんな感じで使ってました。
これはうまくいくといつぐらいにデリバリー、どちらもね3月ぐらいに今出せると思うんですけど、まあ、ちょっとその辺は僕がここではわからない事情もあるとは思うんですけど、まあハイシーズン、いやもう全然もっと早く、はい、手に入るそろそろ、はい、いつ入るかっていうことが分かってくるかなと思います。こんな感じですね、はい、まあ、あとですね、はい、開発中のとか、あとはですね、まあ、あのコンクリートシリーズフェイトロットは、まあ、65M と 67MH これを開発してるんですけども、どちらもそのフラットバックキャスティングシート、これを採用してます。それからですね、待望の 60XUA です、はい、これを今作り直してます。あ、一番柔らかい、そうです、でもこれはあくまでもプロトなので、これリールシートもまた変わります。なのでこれちょっとまあ持ち方まだまだ、はい、まあ、あとはですね、はい、こちら、エンジンの方からスピリオフックの、ホバストフック、ホバストフック作ってたの、はい、本当だ。それから、ジルエット、はい、まあ、作ってたんですって言うけど、やはり一緒ですから、はい、もいないですか。ホバスト小森さんってイメージなかったんですけど、実は何回大会の時とかもよくやりますよ。ただよくやってる針がなかったので、はいはいはい、今回この注目商品はこの6番の針、ジグエットも6番が使われるんですけども、もう6番の針注目してください。これでよりちっちゃいワープ使えるし、この針をちっちゃくするのでよりドラムのアクションを大きく出せることができるので、はい、この6番のスモールフックを使った飛ばすとジグエットっていうのはちょっと要注目です。ライトのクワッチシャットって言って、はい、これはこんな感じの、あとは、あれスイベルキャロみたいな、とにかく横に引いてやる、はい、そういった釣りに使える、横っていうか配置でまっすぐ行ける。そのためにですね、ワームの最後にスタビライザー代わりになるヒレがついていて、これが抵抗になるおかげでルアーがついてくるくる回らずに、結構今まで出てる愛知のワームってしっかりつけないと結構回っちゃうじゃないですか、はいはい、それを防ぐためにこれヒレがついてます。これは針は何で合わせてるか、僕は、M2 の5番か6番これを使ってます。まあホバストフック使ってもらってもいいと思います、はいはい、で、あるいは、オフセットで使うこともあります。あとはジグヘッドでミノスト、はい、ミノストの時はこのスタビライザーにあるヒレが泳がせた時にちょっとバランサーという代わりにちょっと揺れてくれるんですよ、振り子みたいに。それも結構ボディをロールさせたりして消化につながるかなと思ってます。そういう設計で作ったワームです。まあリングス、エンジンコンクルージョンからはこんな感じで新製品が今回は展示されてますので、ぜひ、楽しみにお待ちください、はい、ちなみにあの夏のコミケどう約束どう、夏のコミケはいけるか分かんないですね夏は忙しいですからね。いや去年あの年末にすごい振り返りの動画作っていただいたんで、はい、まだ見てない人は、まあ、12月にコミケに行って、はい、あのバスプロじゃないコスプレを初めてしたので、ぜひ釣り子 TV を見てください。じゃあ今年はもう注目のバトロット2本とワームハリと結構盛りだくさんで、そうですね、エンジンから登場っていうことで、はい、またぜひ楽しみに、はい、使い方なんかもぜひ出たら、はい、またじっくりと頼みしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。エンジンプロスタッフの株和彦です、今年も、新製品をご紹介させていただきます。でですね、スペルバウンドコア、今ハイクラスとなってます。まあまあまず、釣り子さんにもハブカップで聞かれたんですけど、まあ、まずハイクラスと何ぞやっていうところ、まあ、今までとか、まあ、大体2万5000円ぐらいで今4万円ぐらいになってて、まあ、何が違うのっていうところなんですけど、今全部違います。でまずブランクス、今までのはある程度こう同じような素材の機種によってそんで、まあ、もちろん硬さとか厚さとかは違うんですけど、その使ってる素材に大きな変化はなかったんですけど、ハイクラスに関してはまず 100% カーボン、グラスが一切入ってないです。で、
かつアイテムによって機種によって使うカーボンのトーン数とかを全て変えてます。なおかつガイドが、今まではステンの SICS だったのを全部チタンの SICS にして、で一方マイクロガイドスペシャルについては、はい、チタンのトルザイトがついてます。でマイクロガイド、ただティップはチタンの SICS にしてます。それは、ラインの、まあ、ちょっとヨレとか防止で、トップガイドだけはトルザイトにしてないです。であとはアイテムによって全部リアグリップの長さとかも全て変えてる、まあ、徹底的にこだわった、ロッドですね。だから現状できる部分をほぼ容赦なく詰め込んだのがハイクラスで、まあ、持っていただくともう圧倒的にまず軽さが違うので、その時点で違いっていうのは体感していただけると思います。スピニングに関しては重くても 70g で、だいたいドライトリグロッドに関しては 60g 台で、ベイトは全て 100g に下、まあ、90g だったり、ものによっては 80g。 1本フルソリッドがあるんで、フルソリッドはちょっと100超えてますけど、それでも、まあ、ちょっと前のフルソリッドが結構いろんなメーカーさんから出てた時代からすれば全然軽くなってるっていうようなのが、スペルバンドコアのハイクラスです。なおかつ結構リグ特化型、テーパーも変えてる感じですね。やっぱりいろんなフィールドでバスがこう巨大化してる中で、まあ暴走だとバットが強くて、ソリッドティップで前だけ曲がるっていうのが、重要なんですけど、まあ立ち木があるから鍵だとすぐ引き離さなきゃいけないんで、ちょっと本当にバットパワーを持たせるんですけど、魚のサイズがでかいワカサギレイクとかだと、まあ走らせてトルクフルにこうバスが突っ込んでいくんで、それを無理やり止めようとすると口が切れちゃったりとか、あとはラインが切れちゃったりとか、そういうリスクがあるんで、オープンウォーターだから走らせられるんで、ちょっと全体的に曲がって硬さで上げるんじゃなくて、トルクでじわじわ上げてくるようなイメージのテーパーが多いのがハイクラスの特徴です。でその中で今年出るのはスピニングの2機種ですね。展示はいくつかしてるんですけど、スピニングの2機種が出ます。でリリースは両方とも2024年の3月にリリースになります。で1本目がこちらですね、CHS64MLST サーフェイスダンスですね。ちなみにこの H ってのが入るのがハイクラスです。で、まあ、このロッド、まあ、どういったロッドかっていうと、まあカエルです。サーフェイスダンスっていうのは、僕がその暴走ガエルとか霞のカエルを使って競争で泳がせるのを踊らせるっていうのに例えたり、あとは釣りした時にこう踊らせるっていうのを例えてたんで、それで競争のダンスっていうのをそのままサブネームしました。だから P の1とか 1.2 をセットしてもらって、暴走ガエルも霞のカエルもどちらも快適に扱える、なおかつ、ちょっとかなり、ね、投げやすくしてる、なのでどんな方が使っても飛距離が出しやすくて、はい、投げやすいロッドに仕上がってる。だからおかっぱりで虫の吊るしとか、あとは、まあ、ネズミ系のルアー、そういったのも、まあ、おかっぱりでもボートでもネズミ系だったら使える、そんなロッドに仕上がってます。で全体が曲がって、投げやすいんですけど、ハイクロシリーズ共通して結構可変テーパーで作ってるんで、はい、投げるとき、あと魚をかけたときは曲がるんですけど、アクションをさせるときは結構ファーストテーパーで繊細に扱うことができるんで、あ、超ショートソリッド、もうここまで、はい、でこれ、まあ、ぶっちゃけもここまで来たらチューブラでいいじゃんって思われる方もいると思うんですけど、このわずかなソリッドがその吊るしで出た時に、ハイシーズンだったらしっかり食ってくれるからいいんですけど、春とかあとは秋にちょっと弱いバイト出た時にここが一瞬キュッと入るんで、あとは表層で泳がしてる時とかも吸い込むようなバイトもちょっと入る、はい、このショートソリッドが実は結構効いてくる
いつでも昆虫バイクだったら中ブラでいいんですけど、はい、そうはいかないんで、まあ、でちなみにこれ、税込みで4万7千3千なんですけど、まあ、33T1100G っていう、まあ、それなりのカーボンを使ってるようなロフトですね。だから、曲がるんだけど粘りがあるんですよ、まあ、33トンカーボンって曲がるんだけど粘ってトルクがあるんで魚が寄せられる。だから吊るしたまんまにしててもギューッと耐えてくれて、あとは寄ってってすくう。おかっぱりだったら網伸ばしてすくう。そんなロフトです、はい、でもう一本が SCHS66SULST、ライトキャロスペシャルですね。こちらも3月にリリースになります。で、まあ、その名の通り、あとゴールドのリングがついてるんで、これスモールモデルの印なんですけど、まあ、スモールマウスのライトキャロ用のロードです。なので今までのスペルバンドフォアのシリーズを持ってた方は結構意外に思うような超レギュラーテンパイス。あ結構後ろで曲がる調子ですね、はい、やっぱり長いリーダーのライトキャロを快適に投げるにはファーストテンパイよりもレギュラーテンパイよっこいしょーって感じで負けるってことですね。ただズル引きするときはこれ逆にロングソリッドなんで、砂地でもロックでも絶妙にうまく飛ばしすぎずに引っかかりすぎにこう引いてこれるようなソリッドティップです。だから厳密に言うと砂地のライトキャロとあのハンプバーのライトキャロってロッドが違うんですけど、まあ、なるべく1本でどっちでもこなせるように作ったのがこのロッドです。絶妙なスタック感を追求した、はい、っていう感じのロッドです。あとは、最近まあライブシューティングでスーベルキャロナーとか、はい、あとは僕ライトキャロ結構やるんですけど、はい、にも、使える。だから逃がしのライブサイトのそういうリーダーを組む釣りにも使えるんで、はい、まあ、スモール用で最初作ってたんですけど最後完成して、そういう使い方も発見したんで、まあ、ラージでも全然 OK で曲がるんですけど、まあ、2キロオーバーのラージ春名湖で全然釣ってるんで、あのパワーがある。だブランチにトルクがあるんでジューッと浮いてくる、はい、で3ポンドの糸を使っても2キロオーバーのラージ全然取れるようなロッドで、逆にサウナも上がってくれるからラインブレイクの心配はそんなにないっていうようなのがこのロッドです。ちなみに前に出たバッテだと思うんですけど、はい、フルソリッドの竿って何トンソリッドで、はい、ちなみにこれフルソリッド、はい、もう出てるんですけど、はい、30トン、はい、にチタン SICS なチタンを乗せてるんで、はい、かなり、まあ、これで 106g なんで、はい、結構軽めに仕上がってて、かつシャープなんで、どうしよう、まあ、ヘビダンとかそういうネコリグ、ライトリング系もできるし、シャットとか、はい、あとはプランク、はい、ちっちゃめのプランク、はい、特にこれが寒い時期のシャットとかにも使えますよっていう感じに仕上がってます。だから感度もすごい良くなってるし、なんといってもやっぱ使い心地がシャープ、ハリネズミのような感じのなんて言ったらいいですか。いや、わかりますよ、自分もいや、24トンだとちょっとだるいですよね、なっちゃうから、はい、何トンなのかなと思って30トンで、はい、今の最新のガイドセッティングで、はい、今なりのフルソリッド、はい、でかつ、リールシートもこだわって TMTS こういうの探してた人多いんじゃないかな、はい、このモデルだけ PMTS をつけてるんで、はい、他は全部 PCS つけてるんですけど、はい、ここだけ PMTS をつけてるんで、こういったところもこだわってやる。 H クラスが出て見分けつかないんですけど、コスの時にどうすればいいですか。基本的にはあえて見分けをつかないようにしてるんです。あ、そうなんですか。というのもやっぱり今までのスペルバンドコアのシリーズを使ってくださった方がいっぱいいて、はい、
その間を埋める、かつあとは今までにあったようなのをさらにハイエンドにしてるんで、今までのところに逆にハイクラスだと全部賄える、例えば H がないとかあるんで、今まで使ってた中に混ぜてほしいという思いでやってるんで、あえて同じにしてるようなイメージにして、だから一緒に揃えた時にやっぱりコスメが違ったりすると揃えてる方って、まあ、ちょっとだったらこっちにしたいなとか違和感が出ちゃうと思うんで、あえて今まで使ってくださってた方が買い足せるようにしてるイメージです。どういうとこだったんですね、はい、いや俺これそっくりすぎてどういうことなんだろうっていう、あえてだったんですね、はい、でやっぱりその今までのシリーズの方が価格とか自分の調光回数には合ってるって方ももちろんいらっしゃると思うから、あっちはあっちでやってるし、で現状お店さんにもあるから、はい、そういった方々でもあこれも使って、例えばフルソリッドってなかなかないじゃないですか、はいはい、なんかその時にこれだけ例えばブランクス赤だったら、うん、ちょっと嫌じゃないですか、気持ち悪いだから揃えても違和感がないようにしてる、だから名前も残してる、だから羽生さんのちょっと神経質な面が出てるわけですね、ここは揃ってないきっちりたんですよ。そうです。ああ、腑に落ちました、はい。いや、逆に大丈夫なのかなと思ってたんですけど、あえてそのレンタルボートとかで混載した時とかに、はい、きちっと綺麗に見えるようなようにしてます。だもう例えばもうガラッと変えるんだったら、はい、ここも変えます。そうですね。値段がだいぶ変わったから。こここんな似てていいのかなっていう印象だけ気になってたんで、はい、もうだ次何年か後かとかにモデルチェンジするんだったら、はい、もうここも変えて見た目をガラッと変えます、うん、でもそこまではやっぱり今までのスペル版のコアがやっぱかなりユーザーさんが多いんで、はい、やっぱその方に長く使ってもらうためにもあえて残してるって感じです。ありがとうございます、はい、してルアーがいっぱい、はい、この前あの新しいのいっぱい出てますよ。はい、とりあえずリリースになるものだけ喋りましょう、はいはい、一番前、はい、LFT の180、まあ、ライトフィッシュテール180ですね、でリリース3月です。で、まあ、今まで LFT145 があって、あれはワーム素材なんですけど、フローティングスフレームなのでエアホールがあるんですけど、180にした時にワーム素材で作るとエアホールを確保してもどうしても浮力がもうキープできない、はい、針を強いで、これ日本版にトレブル2本にしてるので、はい、なので浮力を確保するために素材エラストマーです。あ、この大きさでエラストマーだ、はい、結構実はエラストマーって浮力がめちゃめちゃ高いんで、トレブルフックを2本つけても何もない状態だと綺麗に泳がないんですよ。リップがあってもこうね斜めになっちゃう。だから腹側にだけ塩を入れてしっかり泳ぐようにしてる。結構塩入ってるんですよ。だから純正でカマキリの3番がついてくるんですけど、2番とか例えば1番にしたらシンキングになってスローシンキングになる可能性は大いにありますとか多分なる。で僕の場合は 0.9 の沈める場合 0.9 のピックチェンジャーとかをつけてスローシンキングにして使う。あとは冬の例えば亀山ダムニジマス入りました、3メートルぐらいバスいますって時は、2.7 とか 3.5 とかのクイーンチェンジャーをつけてライブで見ながら沈めてってあげる方がいいと思います。でエラストマーのいいところは浮力が確保できることと強度が出るってことと、ワームよりもなんといっても生めかしいアクションが出る、はい、これはもう泳がせていただいたり、あとはエンジンの YouTube で実際に動画が上がってるので見ていただきたいんですけど、テールアクションが従来の145よりもさらに生めかしくなっている。でスローに引いてもいいし、デジ巻きしてもいいし、早巻きして、うん、早巻きからのストップ、はい、で食わしてもいいし、本当にタイトにピシピシピシみたいな感じで泳いでいくんで、はい、まあ結構びっくりするぐらい生めかしい動きが出るっていう感じですね。であと従来の LFT145 も、まあ、海で使ってる方がいらっしゃったみたいで、はい、
でもっとでかいのっていう話はあって、今回 C バスにも対応するようにワイヤーを取得してます。なのでまあ普通に、3番で、まあ、バーブ潰していただいた方がいいと思うのバーブレスにしていただいたらそのまま C バスでも使える。で実際 C バス釣りもやらないんですけど釣れるみたいなんで、ボートして壊れないんで、エラトマだし、はい、ボートシーバスでも、試していただきたいなとは思ってます。40g ぐらいあるんで、あのボートシーバスで、海用のボートシーバスのベッドロッド P でリーダー組んでも十分、飛ばせるウェイト。で穴落ちとか逆に壊れないからめちゃめちゃいいと思います。そこだなと思って、はい、橋脚したタイトに入れ続ける展開の時とかに、はい、これだったらまあ確かに入れられるし、はい、でかいのも釣れそうだし、トレブルじゃなくてもいいわけですよね。シングルのアシストをつけてもらったら、はいはい、やっぱりトレブルで穴打ちとか橋脚打ちしたらやっぱりバスもそうなんですけど、バンバンにぶつけるとポイントがダメになるじゃないですか。でも要はチラシのアシストに変えといたら針自体が逃げてくれるから、はい、フックポイントも壊れにくくなると思うんで、そういったところでそれだったらシンキングになることもないし、でもシーバスは多分沈めて使うと思うんで、そういう時に重りつけてもらった方が、で海だったら別にクイックチェンジャーじゃなくて普通にナス重りのちっちゃいとか水平スプリントリングでも全然いいと思うし、まあ、その辺は逆に前にバレット進化でもいいと思うし、はい、やっていただければいろいろこう使い道は特に東京湾はあるのかなと思います。はい、はい、で一応、ライズ 2.8 っていうのとライク5っていうのを展示してるんですけど、まあ、これは参考出品です。一応、まあ、順番で言うとライク5を今年出したいと思ってるんですけど、まあ、ライクっていう名前を付ける以上は僕のこだわりが強すぎて、これまた形状変更するんで、はい、今のままでもぶっちゃけ釣れるんですよ。はい、ただ何が気に入らないんですか？動きがなんですよ。動きがもうちょっとこうなってほしいなって狙いにもうちょっと寄せるかもしれない。まあ寄せるのも思ってます。まあここ最近の豊洲ダムで全部これ釣ってるんですけど、あ、そうなんですか？釣れるんですよ。はい、ただ僕の中だと60点から70点ぐらいの。これリグ何です？ジグヘッド。ミドストへえ、こんなボリューミーなのをミドスト展開で使ってるんだ。なんですけど、そうちょっとまだうにゃ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 うとこがちょっとなんだろう、普通には釣れる、でも、まあ、ライクって名前をつける以上はって感じです。もうちょっと、はい、調整、はいはい、よりハイプレッシャーになっても釣れるようにする。このお尻に毛がついてるのは、はい、これなんですか？ライズ 2.8 です。これは何？競争用のピクピク専用ワーム。ピクピク専用、はい、まあ、もちろん IG で使っていただいてもいいんですけど、はい、ピクピク用です。はい、はい、で、まあ、今までライク僕の代名詞、まあ、エンジンとしてもかなり使ってくださってる方も多いルアーなんですけど、ライクになるとみんな思い描く形状があるじゃないですか。でただこうだったらこうだよなっていうところも当然僕の中にはあるんですけど、ファクトライクファクトリー中的なものをライズのシリーズにしようかなみたいなイメージの第一弾です。じゃあまだまだいろんなアイディアもあるし、まだいっぱいあるけど、まあまあまあちょっといろいろ本当に必要なのかとか効果が出るのかとかも含めて少しずつやっていきたいなみたいな。だからぶっちゃけこれはマルトってでかい、もうずっとやりたかったんですよ。やりたかったけど、これをやっちゃうと、たまに痩せたのとかって出る。まあある意味に一つの執着になっちゃう。ついてるやつは比較的毎年春なんじゃない？コンクルージョン。やっぱりずっとピン。え？結論。横にコンクルージョンがいる。声が裏返りまして。そうなっちゃうから、もうちょっといろいろ試しながら育てながら、はいはい、ただこれに関してはもう僕の中に圧倒的にもう具体的なビジョンがもう明確なものがあったから、ぶっちゃけこれ最初のサンプルなんですけど、はい、完成してる。何さんかというルアー作る人たちのなんでそういうなんか釣り博で、はい、いろんな話聞いてきましたけど、
なんでそういうの思いつくの？やっぱりこれちょっと真面目な話しちゃいますけど、やっぱり釣りをする回数だと思います。やっぱりやってるとすごい釣れるっていうルアーがあっても釣れない時が出てくるんですよ。じゃあそこでなんで釣れないかを考えるんですよね。で、一般ユーザーさんは当然ルアーを作ったりするわけじゃないから、違うルアーだったり、じゃあ例えばこのルアーだったりとか、この色だったらどうだろうっていうことになっていただきたいんですけど、僕たちはこのルアーのこの状況がどこが気に入らなかったのかっていうところを考えて、だったらこうしてみたらいいんじゃないかっていうところから形にしてるっていうのが多いですよ。はい、だから思いついちゃう、はい、とか必要だから出てくるって感じ、まあ、例えば、はい、このお尻の毛が稚魚になるんです。一体じゃないの？一体じゃない。だから頭の中で考えるんだったら前のボディは飛ばし受けなんですよ。食わせるのはケツリの稚魚を認識した毛の方、はい、だから春にワカサギを放流されて、はい、8月ぐらいにそいつらがこう上ずってくる、はい、でその時に稚魚食いっていうのになるんですけど、3インチだとやっぱり1回食わなくなるんですよ。で秋になってワカサギがでかくなると逆にもう3インチが圧倒なんですよ。あとはそのワカサギが春に死ぬ時浮いてるじゃないですか。そういう時はやっぱり3インチが圧倒なんですけど、やっぱり1年の中でその稚魚の時だけはどうにもならなくなる。で例えばじゃあベビーライフノーシンカーで飛ばして釣れるんですけど、やっぱり飛距離がなかなか出ないっていう時用に、まあ、開発しているのがライズの 2.8、まあ、ライズではモダイルとか、はい、うごめくとか、はい、そういうイメージですね。ライクは、バスが好きとか、うん、あとは何々みたいで、ワカサギみたい、ベイトフィッシュみたいっていう意味でライクってつけてるんですけど、今回は、まあ、モダイルとか、これもそういうイメージでライズっていう名前にしてます。結構ね、はいはい、で、まあ、3インチのエラストマーが5月に出ます。今までの、で今まで売ってたあのライク 2.5 と3インチのワーム素材は、今年の3月に生産してそれで終わりになります。一応原材料高騰とかがあってちょっとなかなか再生産が難しいので、今回で一応ワーム素材は終わり、見逃せないベイトだと。で一応今年そのワーム作ってで3月に作ってて、5月に一応エラストマーが出るっていう感じですね。で基本的に浮いてるんで、でネイルの 0.2 とか浮いて入れても浮くんで、競争の愛情をやりたい時に 0.2 のネイルを尻ぐらいに入れてもらって、フックセットしてもらったら脳進化よりもはるかに飛ぶんで、ボイル打ち慣れてないけどチャレンジしてみたいっていう方とかにはすごいおすすめのルアーに仕上がってます。重量があるんで、逆に隣にあるベビーライクのエラストマー、これまあ6月に出るんですけど、こいつはダウンショット、軸ヘッド、マットライトキャッチ、ベビーライクもともとワーム素材があって、それはまた定番でやってるんですけど、やっぱその軸ヘッドの、まあ、ライフサイトの釣りなので、まあ、ある一定状況にすごくハマるんですよ、はい、でそれにエラストマー素材にしてテールの絶妙な生めかしい動きを追加したらもっと釣れるんだろうっていうので作ったのがエラストマーです。ただ、まあ、ぶっちゃけ言います、これベビーライクでちょっともう禁じてくらい釣れるんですよ実際。なのでこれをエラストマーにしたらすげえ釣れるっていうのはもう分かってたんですよ。で、まあ、僕は正直ここまでやる気はなかった、はい、まあ、ほぼ禁じてなんで、ただやっぱりリクエストもあるし、まあ1回どんだけ釣れるか見たかったっていうところもあるんで、今回まあ一応作りましたけど、まああんまりやりすぎてもあれだから1回ぐらいでやめとこうかなぐらいに思ってます。あとはそれぐらい釣れます。で一つ言えるのはエラストもあって浮力が高いんで姿勢が不自然になりやすいんですよ。要は立っちゃう。その場合は 0.15 とか 0.2 とかのネイルを入れてください。そうすると水平、まあ、ライトキャロダウンショット圧倒的だよ。こうなりやすいんで、
活性高いときはこうでも食うんですけど、つけてない人つけてやっぱりシビアになってくるとこれ嫌がるんで、そのときはネイルを入れてください。ただベビーライギンに関しては針縫い刺ししてあげれば針の重さで多分ね、そう出てくれるんで、そこはどもりは必要ないかな、ああいうので変わります。そこはちょっと秘密です、はい、でもそこはすごい重要、はいはい、さっきみたいにで、あとは、まあ、一応このホグとかはまた参考出品です、はい、でサーフェイスサングに関しては、去年出していて、今年、新色で追加になります。で基本的にはトレブルフックが2本ついて、ケツにフェザーのトレブルがついてるんですけど、まあ、状況によってケツはもう新セッティングです、フェザーとかだけにして、で前だけトリプルとかしてもらうと、いろいろ姿勢も変わって、沈み込んでるのがサーフェスハングの売りなんですけど、逆に見えすぎてるのを嫌がる時もあるから、そういう時は後ろのトリプルを取って水平に浮き気にしてもらったりとか、そういったいろんないじりもできるんで、いろいろ試していただきたいなと思います。で最後に一応ハンクルさんのスピンフライ30、まあ、これ、エンジンの方から、フライの30もともとあったやつ、ブレードつけたら、まあ、めっちゃ釣れるから、まあ、どうですかって泉さんに、僕あのハンクルさんにお世話になってるんで、でお願いして、まあ、製品化したのがこれですね。まあスモールマウスとか、あとはライブシューティングの釣りが主流になるんですけど、まあ、ただ巻きでもいいですし、でも僕の一番のすすめはボール、ボールとリフト、でもやっぱボールっすね、ですごい食ってくるんで、ぜひ使ってみてください。バストの缶釣りとかめっちゃ釣れます。海釣れんじゃないですか。そうですね、ネバージあれ、ハブさん最近春ナポの春ナポはい、ハブさんですけど、ハブですね、なんかでっかいのいっぱい釣ってるじゃないですか、はい、なかなか自分行ったこともないんですけど、はいはい、あれ何で釣ってるんですかね。ライクライクって言っても、こんだけ今もうライクファミリーが増えちゃってるから、まあ、正直言います、僕去年もう何日春菜に行ったかわからなくて、最後の方なんか1日に50アップ6本とか釣ってましたけど、すごい SNS にバンって上げるじゃないですか、はい、紐を書いてないんですか、紐、はい、釣れるよみたいな感じ。例えばじゃあ去年、春名湖で100本バス釣ってたとか制するじゃないですか、80本はライクとライク3、ライク 2.5、 ライク3エラストマー、ライク 2.5 エラストマー以上。何で釣ってるの。表層、ジグヘッド、ライトキャロ、以上です。ああ、いろいろあんな。絶対隠してんな、これなんか。了解です。まあでも、まあ、ジグヘッドとライクファミリーと、あと最初に紹介したサオあたりになんか、まあ、なんか釣りまくってから OK が出てんだろうっていう話もありますから、想像して。春名湖でハブさんに会えればちょっと教えてもらえるんですか。まあ、ぶっちゃけ言います。僕春名観光さんの桟橋では相当みんなに教えてます。あ、実際に竿を持って投げてこうやって動かしてるとか、はい、すげえ教えてるんです。僕ね、それは春名湖がやっぱりどうしても地元の人がもともと多い水で、はいはい、僕はどっちかというと、まあ、お邪魔させてもらってる側で、はいはいはい、地元の人たちを邪魔しようっていうとかは全然ない、はいはいはい、ただ盛り上げてっていうぐらいなんで、まあ、特に地元の人、もともと来てる方たちには、はい、なるべくお教えするようにしてます。そこはもう隠す必要はないと思うし、そこから聞こみでもしかしたら漏れないようにしてあります。あれ出た、わかりました、はい、まあでもなんかヒントはいっぱい動画の中に隠れてんじゃないか。2024年は、ちなみに暴走コアじゃないですからね、うん、この間暴走コアって田中さんは勘違いしてましたけど、今レンタルボートトリップっていう企画なんですけど、早く暴走コア戻ってきてくださいよ。でレンタルボートトリップで2024年は 5,6 回やろうと思ってるんで、はい、千葉も結構やろうと思って、うん、で、はい、また見ていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。2024年のエンジンの、まあ、僕が関わってるアイテムをご説明させていただきました。まあね、なかなかちょっとこうブラックバスもちょっと釣れない感じになってきてて、足が遠のいてる方も多いのかなと思うんですけど、まあ、今年ちょっとね冬あったかいから、
春の訪れも早いと思うんで、まあ、まず春でかいバス狙って3月中旬ぐらいからがやっぱり千葉とかはいいと思うんで、ぜひぜひフィールドに運んでみてください。釣り子さんでいっぱいいい動画を上げてくれると思うんで、そこを参考にしてぜひぜひチャレンジしてみてください、まあ、あと他の女子でも、まあ、ぜひみんなで釣り行って楽しみましょう。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。お忙しいところをリアスさんにダイバーの新製品聞きに来ちゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今回僕がおすすめするのはこちらのブレイゾンシリーズ。はい、日頃から僕カスミのおかっぱりメインに使ってるんですけど、はい、2024年ついにグラスコンポジットが追加されます。ブレイゾンの C66M プラスの G という待望のグラスモデルなんですけど、はい、やっぱりこのグラスモデルで何を使うかっていうところは、僕おかっぱり目線でやっぱりロッドって1本で行きたいっていう気持ちが強い人間なので、はいはいはい、その時にまあカスミだったらスピナーベイト、クランクベイト、あとペンシルとか、ポッパー、もうほんと幅広く使っていただける、はい、でしっかりかけられるロッドが新しく出ますので、ブレイゾンの C66M のグラスぜひ。1本で、はい、やるときに、はい、宮下さんの場合グラスコンポジットだと、はい、あれちょっとテキサス打ちたいなとか、はい、フリーリグ打ちたいなっていうときとかっていうのは、はい、もう今日はもう巻物で行く。そうですね、今の話は今日は巻物でいっていう、はい、の話をしてしまったんですけど、まあ、はい、そうですね、僕テキサスとかやっぱ打ち物も好きなので、はいはい、でもう一本、はい、もしそうですね、1日を通して巻物と打ち物をやりたいって時はどうしてもグラス1本でやりきれないんで、はい、もう1本、はい、打ち物用のロッド、こちらも持っていただけると、まあ、どちらもできる。新しいこのグラスコンポジットが出て、はい、車の中に2本ぐらい積んでると思うんですけど、はい、ブレイゾンシリーズだと、はい、リアさんのおすすめの打ち物です、ね、これと一緒に持ってくる。そうですね、自分がおすすめしたいのは今ここにちょっと展示されてないんですけど、MH のソリッドディップっていうのがあるんですよ、はい、それがすごいおすすめで、本当にそうですね、まあ、軽めのライトテキサス、はい、3.5g から、5g、あとは 7g ぐらいの普通のテキサス、はい、7g、10g、はい、すごい使いやすいので、それが一番のおすすめですかね。はい、つまりあの SNS で見てると結構もう寒い時期も釣りまくってるような印象なんですけど、はい、 そこでですね、そこでもう一本だけおすすめしたいのがあって、お願いします。64 の, 64 の, あのベイトなんですけど、はい、64のベイトフィネスの、そうですね、64の L の BF ソリッドティップっていう番手があるんですけど、はい、これ超絶おすすめです。リグは何ですか？シャットです。はい、寒い時期なのに結構シャットとプラグで11月からすごい釣れてて、それが全部使ってるのがその64の L の BF の ST、はい、ソリッドディップなんですけど、はい、かけたバス本当にそのソリッドディップがいい仕事してくれてバラさないです。本当にそれが僕の、そうですね、去年のあのなんて言うんだろう、なんて言えばいいかな、まあロッドの中の僕の AOI みたいなロッドでしたよ。それがすごいおすすめで、ぜひ一回あの、はい、釣り具屋さんとかに置いてあると思うんで、はい、試しに触ってみてほしいです。で持った瞬間に分かると思います。まず軽いですし、はい、あとキャストがしやすいんですよ、はい、ソリッドティップで、はい、キャストがすごいしやすくて、はい、で食ったバスはもうソリッドティップがいい動き、いい働きしてくれてバラさない。やり込んでる宮内さんがそんだけおすすめするんだったら間違いない。いや本当におすすめです。本当に今流行りの PR とかあるじゃないですか、はいはい、まあ、PR なしでおすすめです。でちょっとハイシーズン、今寒い難しい時期、それで乗り切って、はい、いよいよフルサイズのプラグとかでガンガン振ってくるのってなったら、この今紹介してもらった、そうですね、グラスコンポジットを使ってもらって、まあ、スピナーベイトから、まあ、クランクベイト、はい、まあ、あとはちょっとデカめのトップウォーター、はい、ペンシルとかを使ってほしいですね、はい、ありがとうございます。すいません、おすすめの1本とか言って3本出ちゃいましたけど、いやいや、そういうの、そういうの、はい、ありがたいです。2024年に新しく、ダイワルアーから出るこちらのスティーズブラーも 1.7、カスブラとハッシュタクこと橋本拓也さんのコラボなんですけど、
見ていただけると分かるように、まあ、沈む虫ですね、はいはい、ただ沈む虫といいましても僕がよく通っている霞ヶ浦、まあ、エビを食べているバスにめちゃめちゃ効きます。で使い方もノーシンカーからライトキャロだったり、あとはヘビダンとか、もう本当に何でも使っていただけるワームになってるんです。そうですね、僕が大和さんに入る前、もうそうです4年5年前、はい、チャプター、まあ、トーナメントに出始めた頃に、はい、まあ、ちょっと小さいワーム、高比重なワームにラバーを刺して、でそれがすごい霞ヶ浦で効いたんですよ。本当に、なんか違うルアーを流した後にそれを入れると、やっぱ釣れなかった魚を引っ張れた、釣れなかった魚は釣れたことが何回もありまして、それを経験して、でカスブラのメンバーみんなで使ってたんですね、うん、でそれを作るのにあたってこのラバーを自分で刺さなきゃいけないじゃないですか、はい、一個一個、はい、それがまあなんて言うんだろう、面白いけれど大変さはあるんですよね、うん、それが今回このスティーズブラーモは最初からラバーが刺さってますので、はい、そのまま使うことができる、うん、使い方と動きはノーシンカーでボールさせると、こちらの4つのアームがすごい微波動にピリ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 っていう動きを出してくれるのと、抵抗になって水平に落ちます。あ、はい、だからワームがこうブレて落ちたりしないので、本当にあのバスに見切られにくいんですよ。でこの4つのアームに、アームの、微波動に釣られて、こちらのラバー、デコボコラバーが入ってるんですけど、こちらも一緒に動きます。そんなもう本当に食わせ重視、はい、だけどいろいろ使える、もう最高のワームが出来上がりましたので、スティーズブラーもぜひよろしくお願いします。はい、からさらに聞いちゃうんですけど、はい、聞いてください。これヘビダンっていうワードが出てきたんですけど、はい、こういうズングリズックリなのをヘビダンで使うんだっていう今印象があって、はいはい、まあ、こうエビって感じでシュッと落とす。そうですね、そうですね。でヘビダンで使う時にも、僕テストの時にフリーディグとヘビダン使ってみたんですけど、はい、まあ、どちらもすごい釣れたんですね、はい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 、でこのヘビダンで使うと、まあ、このアームが水をすごいしっかり押してくれる、で止まった時はこちらのラバーが食わせの動きをしてくれるということで、このメリハリがすごい効くワームとなっております。具体的な場所っていうわけじゃないんですけど、はい、霞ヶ浦はもう本当にちょっと釣りづらくなってて、はい、勝村さんでもう徹底攻略してると思うんですけど、はい、どういうところ攻めれば今の霞ヶ浦ってこのエビちゃんワームで、ズバリエビがいそうなところ、あ、足回りだったり、はい、ハードボトムのゴロ大使、はい、ところで使ってほしいです。ちょっと、スロープ状になってて、なんか追い詰めのエビボイルとかが発見されるような、はい、そうですね、はい、でエビボイル直後にも、はい、入れてもらえると本当ライン走って、はい、いい魚釣れると思うんですよ。ちなみにフックは何番が、フックは1番がおすすめです。はい、はい、ワイドなオフセットの1番が僕はおすすめで使ってるんですけど、はい、であとは、まあ、ちょっと話がずれるんですけど、桧原湖とかだと、夏場、まあ、8メーター9メーターとかのディープのライトキャロとか、さっきお伝えしたフリーリグ、こちらフリーリグはそこまで重くなくて 1.8g から 3.5g ぐらいのフリーリグで使ってもらえると、千葉湖でいう立ち木回りとかで、はい、すごい魚釣れましたんで、それも試してほしいです。後ろに宮津さんのお得意の竿がいっぱい並んでるんで、はい、こんな竿だと使いやすいよみたいな、はいはい、なんかそうですね、おすすめの、はい、ここでラインナップされているのですと、はい、まあ、ストラクチャー周りで使うとこの ML の ST61 の、はい、こちらとか、あとはまあ桧原湖、さっき話に出てきた桧原湖で使うのであれば、まあ、64の UL、はい、でボトム付近で、ストラクチャー感じながら、ボトム感じながら使っていただくのがおすすめです。細かい話になっちゃうんですけど、はい、そういった展開の時もフィールドにもよると思うんですけど、はい、じゃあ霞ヶ浦でこのタオでやる時、はいはい、ラインって何ポンドで組まれてるの？ラインですね、ラインはですね、まあ、PE 使うのかフロロ使うのかで変わってくると思うんですけど、はいはいはい、僕は飛距離を出したいんですよ。で PE で組んで、
で 0.4、0.6 とか、まあ、基本 0.4 でいいですね、はい、0.4 で、はい、でリーダーが6ポンドからちょっとストラクチャーぐちゃぐちゃしてるところは8ポンドぐらいまで上げてもらって使うのがいいかと思います。はい、もうこれ店頭これからもう売ってるんでしょうか。はい、こちらは3月か4月には店頭に並ぶと思いますので、まあ、一番いいシーズンってやっぱ5月6月のエビが湧いてきて、はい、あのアフターの時期に本当に釣れるワームになってます。まあ、1年間を通して釣れるんですけど、よりパワーを発揮する5月、6月、7月にはもう手に取っていただけると思いますので、そうですね、ぜひ本当に試してほしいです。新しいスティーズブラーも行ってな、よろしくお願いします。3月から多分店舗では予約ができる可能性があります。はい、何杯でしたか？ LT、ノーマルエアリティの、はい、この辺ってのはブラックバスとかでは使える？あ、もちろんです。なんならブラックバス2500番のこの LT シリーズ、はい、SF シリーズは最初からクイックドラッグついてるので、ほぼバス用にっていうことで1500万円ですね。クイックドラグってどんな効き方になってくるのか。クイックドラグどんな効き方、はい、こっちも SF で、こっちはノーマルドラグなんですけど、ノーマルドラグ、はい、じゃあ緩めます、はい、ファイト中に、まあ、魚出ちゃうの緩めます。このぐらいを、じゃあ今言っちゃったんでこっちです、はい、こっちクイックドラグなんですけど、はい、今の同じぐらい緩めてください。はい、これでいいです。もう2クリックぐらいで、まあまあ2、3メモリで3メモリでもうジャンって出ちゃう。順番もね、なんで魚のその瞬発的な速さについていけるっていうのがこのクイックドラム。だからラインブレイクとか魚を逃したりすることがなくなるんで、よりキャッチ率が上がるし、自分でファイトしてる感がっていう、そういう楽しみっていうのがこのアイテムです。これめちゃくちゃ軽いですけど、ブラックバスですよ。はい、ブラックバス。どんな時に活用されてますか？ SF に関してですか？そうですね、SF に関してはやっぱ3ポンド以下、はい、E でいうと03以下、あ、使って04、はい、で今流行りの同シンカーでサイコロラバーですとか、あ、はい、マイクロホバスとか、はい、いうふうにもう 1g を切ってきたりするルアーだとかを使うのには持ってこいかなと思って。あ、こっちが LT でこっちが SF、 一応どっちもセンシティブチューンモデル、はい、センシティブチューンっていうのはどんなコンセプトってイメージで覚えておけば。そうですね、巻きの極地を出したものです。ああ、はい、まあ、台はマグシールドが有名だと、はい、マグシールドを全て取り除いて、はい、でこの中のオイルですね、はい、普通はグリスが入ってます、はい、でグリスは粘度がやっぱ出るんで、はい、あれなんですけど、それをオイルに変えてるんで、もうスルスルの巻き持ちをしてるんで、でやっぱマグシールドを取るとやっぱ、ね、海水とか入ったりとか心配になるんですけど、はい、まあ、一応ソルトも対応、軽いソルトだったらいける。じゃあアジングとかそういうのもいけちゃうし、いけちゃうし、はい、バスも、はい、淡水だからいけるよって、はいはい、バスだったらもうこっちよりはこっちよりSTシリーズがメインになるかなと思います。今年の台湾で言ったらもうこれがフラッグシップ。さっきずっとあっち側探しててずっとなくてで、イグジットのコーナー行っていたらあのバスのところにあるよって言って、皆さんからイグジストの SF いるのっていう質問が一番困る質問です、これを出してて。じゃあどう答えますかこれを聞かれちゃったら、これを聞かれたら今もう困ってますまあでもそんだけ、うん、イグジストが最高峰じゃなきゃいけないはずだけど、もうこっちが性能とかいろんなチューンとか考えたらもう淡水において最強じゃないですか。マグシールドのリールはいくつか使ってるんですけど、はい、やっぱり初動がちょっと重いなっていう、まあでもそういうもんだよなってずっと使ってたん で、で巻きが軽くなればもっと水の中を感じれると思うんですけど、はいはいはい、これはどう動いてたのか。
もう間もなく発売開始っていう感じ。3月に発売予定なので、多分もう予約とかはできるかもしれない。はい、はい。びっくりしました。これが最高だ。かっこいいな。ありがとうございます。水が入ってエラから抜けてるんですよ。ああ。これでより愛知性能というか直接性能を上げていくっていう。さらにエッチ。お。でさっきの猫バスがルアー。ルアー組み立てキットこれですね。夏休みの自由研究。夏休み自由研究方式。はい。攻めすぎから。攻めすぎたらちょっと、ピーって感じで。このトンボって今現行でも売って。いや、これ5月予定です。これこれから。はい。あ、後ろ山。で、ちょっとここがこう動く構造になってまして、はい、縦に動く。そうですね、はい、針はここにつくんで、はい、下からこうバイトしたときに、あ、これが邪魔にならないように柔らかく、なおかつ上に逃げるから折りたたまれてる。で、ラバーも、はい、スモラバとかのラバーとちょっと違って、はい、中空のラバーにすることで本当だ水面で浮くと、ラバーがね浮かないラバーだとこれ垂れちゃうんですよ。はい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 。だけど結構スモールとかでよくテストしてたんですけど、はい、魚って下に来てよく見てるんですよね、はいはいはい、違和感があるとやっぱ降ってこないので、はいはい、なるべく本物に近づけるようにこれも浮かしたいなと思って中空のラバーを採用してます。結構小さい中にこんな、あんまりみんな言ってないんだよ。スモールとかで使う場合も投げて置いとけばいい。あっ、あっ、置いとくか。あとちょっと波紋出してあげるぐらいですね。このお尻のこの柔らかい硬い柔らか硬い感じ、これは本当ですね。
あとちっちゃいセミとかも出ます、はい、これもやっぱりスモールとかでも最近バスもラージも結構こんぐらいまで小型化したやつで、もともとだいぶ傷んじゃったんですけど、はい、これ本物ですけど22ゼミ、ちっちゃいセミとサイズ感的にこう同じぐらいにしてあって、うわ、要はこれたくさんこの辺にもいますけど、はい、姿なかなか見えないんですけど、見えない、見たことないです、ちっちゃすぎて見えないからね、はい、だからツクツク帽子とかちっちゃいセミだとこれが人知れず落ちてそうです、ふっと腰を使われてる、はい、はい、そっか、なんかでっかい腫れ物流行ってましたけど、結局、うん、まあ、こういうのでもでかいの食うしっていうのが、そうですね、うん、何を変えたんですか、ナイバル今までここまでちっちゃいのはなかったなかったですね、ちっことかあったかもしれないですけど、こちらはこれはドラ組み立てキットの中の一種類なんですけど、はい、昔販売してたのドラムシケだってありまして、はいはい、それをドラ組み立てキットにしました。でこれはちょっと私が遊びで作っちゃったんで、はい、羽にイカの皮とか貼ってますけど、そう、これだけなんか妙に生々しい結構サイン100均のサインペンなんかで塗るとセミはね割とリアルに作れるんですよ。はい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 、はい、あんまりスプレーとかすごいこだわってやるより、このでっかいやつは、そうですか、はい、これは使いをやろうから今どうするんですか。メリニティスイマーって言いまして、クランクベイトのようでもあり、なんて言ったんですかな、まあ、ジョイントによって、はい、クランクベイトよりは水押しが弱くなったら結構よりナチュラルに支える、はい、でテールの部分だけ塩ビ素材、はい、要はワーム素材にすることで、はい、普通の3、まあ、ジョイントのルアーよりも、はい、テールは結構ワームの動きするんですよね、ブル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 、つけちゃいます。1.5 メートルぐらい潜るかな。あ、結構53グラムぐらい。結構ドシッと、はい、基本フローティング、フローティングで、ね、基本フローティングです。フローティング、はい、フローティングでも結構一番重い、はい、ありがとう。これがシガーでして、これもこれがアプナスジョイントって言いまして、はい、スイッチ取り出して、ロトでスイッチしながらカク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 ってこうヘッドをこう左右にドックオークさせて、はいはい、これも水面直下をこうドックオークさせてくれるような感じですね。関東辰巳水系とかでちょっと流行ってるんで、はい、足際とか入れてウエートレス、ウエートレス斜めにジョイントを持っていっちゃいました、ね、調整しながら、画面を見ながら、そうか、テールのボヨンとした感じが結構ボディまでこよよんって変わってくる。テールがね、あっちとまた違う素材で、はい、シリコンなんですけど、はい、ダイワのもうホームページに動画が上がってるんで、はいはい、多分後で見ていただいた方が、そうです、絵がなんか理解伝えやすいかなと思うんですけど、やっぱりこれもテールが軟質素材で、はい、ね、すごい余韻を残しつつ、まるでこう三連ジョイント的な感じのハイパーこう打って振った時にふわってなってくる、打って振ってふわってなってくる、しかもガラスです。まあなんかごめんなさい、私の表現力がなくてすごい伝わります。7人に今すごいとかだったら、これも新しいメタルバイオ、ちょっとシルエットが細長い、はい、フィッシュライクなシルエットになってますね。なんかバス用ってずんぐりむっくりしてるのなイメージですけど、細長くするとちょっとやっぱ違ったりします、うん、そうですね、まあ、どっちもそうだな、多分ずんぐりしてるやつだと対抗が出ますし、はい、細長くすると長さが出る状態ね、私が帰省した時それに対する水のその水押しで多分どっちがいいとかって僕は言えないと思ってて、それが効く状況が多分あるはずだと思ってて、なんともね、どっちじゃどっちがダメなのとか、まあまあまあ、その時いろいろローテーションで
これバイブレーションするときって、はい、こういうボブル方向もあるし、はい、こういうロール方向もあるんで、例えばロール方向だけで言えば対向があった方が水が押せると思うんですけど、ボブルだと長い距離押せるからこっちのまた水押しがあるんで、これはちょっとね、好みとか状況で使い分けたらいいかなと僕は思ってます。ちゃんとマジで接着剤ちゃんと塗らないと、なんか研ぎ澄まされた時に使うルアーだから、なんかちょっとでも疑心暗鬼にあったら、はい、じゃあちょっとこっち試してみようかなみたいな、ありがとうございます。亀山ダム、新しいセレテ出たんですけど、まあ、亀山だとやっぱりパーフィネス、はい、ということで、こちらですね、セレテート24セレテートの FCLT2000 学、XH ハイギアですね。かなりね、まあ、昔のセレテートはまあ、ちょっと重いけど剛性高い巻き上げ力ありますよっていうようなイメージだったんですけど、まあ、今度のセルテートは軽くなったのに剛性感、巻き上げいいですよっていうのがすごい特徴です。なんで、まあ、今パーフィネスの竿も軽くなったし、まあ、それに合わせる、まあ、耐久性があってこう力のある剛性の高いリリーということでセルテートめちゃめちゃおすすめですね。なんで、まあ、大体1号から、まあ、ストレート2号ぐらい、はい、硬い竿に合わせると思うんですけど、まあ、その時にもうバッチリのおすすめ、まあ、とはいえそもそも軽いんで全ての釣りに使える、はい、長く使えるいいリールだと思います。19、全然これもまあ、はい、すごかったですからね。しかも使い込んでるあれじゃないっていう、はい、パッと持った感じが、はい、でゆっくり巻いて止める、はい、巻き出す、止める、巻き出すっていう、あ、しっかり止めたい時に、はい、そうですね、あとは軽く巻いて止める、軽く巻いて動き出す、この最初の押し出しが、より上位機種のなんか株価に振ったようなところの要素もちょっと乗っかって、もう軽くなったから乗ってきちゃったよ、バランスが良くなったから、違うな、よりスローリトリーブで止める、動き出すっていうのがだいぶ違います。亀山とかだとちょっと小型プラグとかを、ね、シャットとかを、シャット本当に巻きでゆっくり止める、巻き出すっていうのがすごい、はい、春先の繊細なちょちょっと巻いてピッて止めてちょちょっととかさ、より強く出てる、こう並べてもらうと全然やっぱ違う、なんかって言われたからかもしれないんですけど、やっぱりなんか手元に重心が来てるような、こっちの時もセルテートってこういうもんだからって印象だったけど、なんかキュッと自分側にしっかりと、ね、要はここで安定するんで、やっぱり、はい、ここで安定するかここで安定するかだとやっぱり、はい、そうなんだ、うん、なんか重心が安定してるから集中できそうですね、やっぱ、あー全然違うな、やっぱり、あ、印象の問題だと思ってたんですけど、やっぱ巻き比べてみると全然違うなっていう、まあ外国の方がずっといてアメイジングって発散って言ってほしいからね、この感じはアメイジングな世界なんだなと、外国、まあ、日本人から見てもアメイジングな世界ですね、勉強になりました、ありがとうございます、ありがとうございます。
他のイグジストとかいろんな台はスピリングラインナップあると思うんですけど、今回このセルテートが出て、オリガネさん2024年にこれでパワーフィネスとかそういう展開で使おうかなって感じ。そうですね、パワーフィネスだったり、まあ、あと、まあ、狭いところだとクランクベイトのトラッキングとか、でもパワーがあるからしっかりついてくるよ、ね、クランクベッドでね、結構抵抗あるルアーで長い距離引いてくるんで、はい、ってなると、まあ繊細に入れるというよりはぐんぐん曲げるような入れるの方が使いやすいんで、ギアキとラインナップがいっぱいあるんですけども、最初もパッとハイギアこれ一択って感じで手に取られてたんですけども、まあ構え目であればやっぱ釣れる範囲でパーフィニスであるとやっぱ点でこう打っていくように釣りが多いんで、まあ回収するっていうのを、まあ、時間短縮した方が単純にいいので、はい、まあうちの、ね、展開であればまあ今度、ね、回収するっていうところに主眼を置いて、まあ、ハイギアっていうのが、まあ、一般的であるし、もちろんセルグームもそうだと。ちょっとニッチな釣りですけど、さっきおっしゃっていただいたはい、スピニングでクランクを深く潜らせる時なんかは、はい、このバンドでノーギアに変えたり、そうですね、巻いて動かす場合には、まあ、少し普通のギアでもいいし、逆にそのトラッキングして手で引っ張りますよっていう場合には、はいはい、今度はやっぱり回収が主になってくるので、あとはファイトですね、ファイトも、クランクベッドのトラッキングだと、まあ、やっぱりバレないように糸が長く出てて緩みやすいんでバレないようにって考えると、もういち早くこう魚をこう回収するというかランニングを終えるっていうことが、まあ、バレない、ね、一つの、方法だと思うんで、はい、まあ、その場合にもハイギアの方がいいかなと、はい、ちなみにどうやったら亀山ダムで60アップが釣れるんですか。運です。いや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 、つい先日も50アップまた、そうですね、はい、はい、まあまあ、まあ、あとは人がいないときはやっぱ釣れるんで、亀山は冬とかしっかり、まあ、冬とかいうのはチャンスだと思います、はい、2月には発売開始ということだから、はい、3月の初めもまだ続いてるときありますね。そうですね、あれぐらいには間に合うのか、はい、ぜひよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
Bye.
はい、はい、パシフィコ横浜で行われております、釣りフェス2024だったでしょうか。ここはね、バリバスブースなんで、はい、バリフェス、ここはバリフェスです。バリフェス、はい、皆さんこんにちは、お集まりいただきありがとうございます。はい、今からですね、30分間皆さんにこの豪華4名のバスプロの皆さんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。司会進行は私、月刊バサーで編集部を務めております谷川が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、こちらの4名の、皆さんお一人ずつ簡単に紹介させていただきます。まず川辺弘和プロ。はい、はい、はい、やばいブランドの芸人川辺です。よろしくお願いします。はい、もう皆さんご存知、芸人ファミリーの総帥として、昨年は、JB マスターズに出場されていましたが、自力でまたトップヒット。そうね、自力で上がってこないやつはいらないよ。自力でちょっと当たり前だよ。諸説あるということで。諸説ない、諸説ない、もうそれだけ、それがリアル。またトップ50であのカラフルなバスボートが受けるということで、1年で落ちないように頑張ります。よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、小森鈴彦プロです。千葉から来ました小森です。はい、よろしくお願いします。はい、JB トップ50で前人未到の4回 AOI を獲得されている小森プロ、はい、オールスターでも2度勝っています。そうですね、はい、鍋さんは3度、3回、ね、もう来年4回、今年4回かな。はい、小森さん、はい、あの皆さんに一言言いたいことがあります。いや、僕がこれいきなり無茶ぶりでしたね。皆さんに言いたいこと、出てくるときに煙が出るって言われたんだけど、はい、煙の量が足りなかったらそんなこと言ってもしょうがないですね。はい、そんな感じで、はい、続けてもらっていいですよ。はい、はい、続きまして、江尻優真プロですね。はい、江尻プロも JB トップ50で活躍されてまして、オールスターでは2度連続表彰台、昨年、おととしですね、おととしはビッグフィッシュ賞と、もともと弊社がやっているワイルドカードっていうオールスターの、皆さん、バサクラっていうのかな、今、バサクラの予選会を優勝して、本戦に出場していただきましたが、今もう若手でブイブイ言わせてる、北浦をホームとするプロです。よろしくお願いします。お願いいたします。なんか僕の時よりみんなの説明が長かった。小森さん、自分で喋ってくれるかな。なんか無茶振りされて終わっちゃったんですけど。はい、最後にですね、梶原智弘プロです。はるばる九州から、はい、福岡県から、はい、来てくれました。もう九州にとんでもないやつがいると、九州とんでもないやついっぱいいますよ。いっぱいいるんですよ。その中で本当ある意味とんでもない中崎九州部があの九州に来てあんまりないんですけど、はいはい、結構もう昔からこうそういうことが耳に、昔からとんでもない、そう、もうすごいやつがいると噂になってて、やはりすごかったと。もう、トップ50オールスターでもね、ワイルドカードも2連勝ということで、トップ50に勝って、もう今、一番勢いに乗っている若手プロなんじゃないかと思います。はい、今日はこちらの4名で、改めてトークショーを進めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で早速、まあ、テーマなんですが、はい、バリバスさん、まあ、今日皆さん、最後ですね、ちょっと釣り糸のことについていろいろ聞きたいと思うんですが、まずですね、それに絡めて、試合前、あるいは調校前、一体トッププロはどんなことをしているのかという、試合前夜、あるいは数日前からこういうふうなことをして、まあ、高めていくというところのルーティーンみたいなものをですね、聞かせていただいて、はい、我々の普段の調校にも聞かせたらなと思っております。で、まず川辺プロから。それはジンクスじゃなくてね、はい、普通に LINE は変える。 LINE は変える。 LINE は変える。ありがとうございます。特に一番使うであろう LINE、はい、あと細いところは必ず変えますね。だからスピニングはヨレールもあるんで、なるべく変えるっていう感じです。で、まあ、まだもったいないなと思うんで、いつもでヨレールじゃないですか。時はあのヨレール直すのに、スイベル、あ、なんでね、アンダーショット、スイベル付きのアンダーショット、はい、あ、なんかくるくる回るようなね、はいはいはい、アンダーショットをビューって投げて、はいはい、でヒューっとやるとよりが取れるんで、
るほど。まあ、もう僕はこれだけ言いたかった、今日は。なるほど。ちょっとごめんなさい、いきなり LINE の話になったんですけど、ちょっとまあ、僕としてすごく今日聞きたかったのは、まあ、僕らって、糸を自前で買ってる立場、はいはい、まあ、ちょっと皆さんとはそこは違う部分があるのかなと思うんですけど、まあ、どれぐらいでこう、ラインの巻き替え、うん、で、僕たちはね、僕たちはついてるんで、バレバさんがジャブジャブ、いや、僕は結構使いますよ。あ、そうですか。うん、1試合終わって、そのまんまで1ヶ月過ぎて、次の練習の時に巻き替える。あー、なるほど、うん、そういうことなんですね。だから、まあ、月に1回ぐらい。え、なんかその逆に試合の直前に巻き替えたりすると逆に使いづらい、その馴染んでない。それはない。大丈夫。バリバさんは大丈夫。なるほど。うん、全然新しいラインの方が釣れる。な、釣れます。皆さんもどんどんね、バックヤードで話した話からどんどん違う方向に進んでますね。初めの話。違います。さっき。いやごめんね。僕がほら真面目だから。真面目で。真面目な方向に行っちゃったんだけど、あ、いや全然言えるよ。変な話。いや、だから変な話だけど、いろいろ問題が出てくると思うんで、はい、昔よりこう口チャックしてるんで、静かにしてるんですよ。はい、うん、本当は言えない話がいっぱいあるんですよ。ちなみに、その、験担ぎというか、まあ、験担ぎはもう語では言えない。なるほど。語では絶対言えない。はい、勝負飯とかあるんですか？ない。ない。うん、ない。え、じゃあもう好きなものを好きなだけ食べる。あんまり食べないようにする。もうトイレ行きたくなっちゃうんで、はいはいはい、大事ですね、それで、ね、うん、はい、そこら辺の体調管理が非常に難しいんで、はい、なるべく明日はな、お腹痛いなとかなんないように。お酒も断つんですか？お酒は飲む。お酒飲む。これとか飲まないとか言うけど、飲むか飲む。これルーティンだから、毎日。お酒飲めなかったら、俺体調悪いんだなと思うもん。なるほど。それでは試合も出れなくなっちゃう。ありがとうございます。はい、どうぞ。小森さん。はい。もうなんか大体のこと話し終わってますね。小森さんなりのこう。試合前にやること？小森さんは特にあの、ね、はい、小森ノートと呼ばれる。あ、そうですね。記録を必ずつけてるっていう部分もちょっと含めてお話しいただければな。真面目な部分を言うと、まあ、昔、10年ぐらい前に3回ぐらい鍛えてるときは、試合前に座禅してましたね。座禅。とりあえず心を落ち着かせること。もう早く行きたい気持ちとか、こうやりたいっていう気持ちを落ち着かせなきゃいけないじゃないですか。もう、うわーってなってるから、一回静かに目を閉じて、あ、座禅いいなと思って、座禅とかしましたね。そう、年とともに、それをやると、今度半月板が壊れちゃうからやめる。いや、確かにおっしゃる通りで、座禅やらなくても心のコントロールって年取るとできるようになってくるんで、今はそんなことしてないですね。まあ、普通にノートを開いて、まあね、練習でやったことをやって、まあでもね、どんなノートでも必ず書いてるのがあるんですよ。丁寧に集中して諦めるなんて、これだけはずっと書いてるんだけど、これを呪文のように自分に丁寧集中、諦めるな。これがどういうことなのかって、その時その時で違うじゃないですか。いいね、いい言葉だね。それをずっと自分に、今回の丁寧はこれ、今回の諦めるなここが目標、今回の集中はここで集中しようとか、具体的にいくと、具体的にそれを頭の中で整理して。でさっき言ったの巻き替えの話ではね、それを言うと、僕はあまり巻き替えないんです、実は。バリバスさんになってからさらに巻き替えなくなったんで、うん、そうだね。だって糸が強いんですもん、持つんですもん。っていうのがあって、はいはい、まあちょっと見て、全然傷ついてないじゃん、これもったいないよなと。だから巻き替えがやめたっていうことはちょっと多くなったかな。まあ巻き替えしますけど、僕もベートはほとんど巻き替えないです。ああ、そうなんですか。はい、あ、そんなもんなんですか。はい、なんか本当に一回でも水につけたらもう、いやいやいや、そんなことないことしないですから。そういう感じじゃないの。あ、ちょっとイメージが間違ってます。だいぶ長持ちしますんで、あまり巻き替えないです。ただ細いところはやっぱり目に見えない傷もあるかもしれないんで、チェックはして、はい、で、試合前は早く寝る、お酒は飲まない、あと食べるものですね、うん、試合中に腹減らないように。でもね、やっぱお手洗いってすごく故障出ちゃうと、皆さんのトイレってなかなか上がりにくいじゃないですか。だから食べるものとか水分とかって絶対調整しなきゃいけなくて、水分の少ないものと油の少ないものを選んで早い時間に食べて寝てます。ちょっと疑問なんですけど、はい、例えば JB トップ50って開催されるフィールド、はい、ある程度固定されてるじゃないですか、順番は違うとはいえ、はい、なんかもう常宿みたいなのってやっぱ皆さんあるんですか？絶対ここに泊まるみたいな。大概そこに泊まるかなは多いけど、僕の場合はね。みんなどうなの？
うん、僕もそうですね、いつもやっぱり大体同じもうルーティン的にね、そうですね、はい、うん、僕は違いますね、なんかまあその泊まってるとこは便利なので、楽じゃないですか、覚えてるから、はいはいはい、でも新しいとこに行くワクワク感がなくなっちゃうと嫌だなと思ってここ行ってみようとここも含めて遠征を楽しんでる、そうですね、船があるんでね、やっぱり泊まれるところ少ないですから、うん、それをまあ考えながらなんですけど、4人のうちの人だから 25% の中で君は人狼の中に入る、そういうことですねなんかそのビッグクランみたいにこう車中泊をあえてして、なんかこう、なんていうか、こう自然のあれに体をなじませるみたいなのがあったりするんですか。早めには皆塚原さんもそうですけど、何日も前から行ってますよね、やっぱり試合直前にそこに行って寒いなとか言ってる感じじゃないと思うんで、1週間ぐらい前からは気候とかチェックしながら入ってもいますよね。あの辺は適応力高いから、多分そんなことしてないと思います。ちょっと適応力の高いエスに行くように聞いてみたいと思います、はい、どうでしょうか試合前、僕は逆に LINE とか全部巻き替えちゃうタイプ、使うかもしれないものまで含めて、それはこう実際切れるリスクがあるからっていうよりも、なんか気持ちの問題、はい、とりあえずなんか安心、新しいものに変えておくとか、まあ、あれだな、豊かな国、日本で育ったからな、そうだ、カールさん、戦国育ちだからね、物がなくてな、物を変えてる場合じゃないんだ、平成と、平成と昭和だから、あ、そういうこと、そうそう、あ、平成なんだ、平成、ここから平成ラインだ、平成ライン、あ、僕も平成生まれなんで、一応、巻き替えちゃう、逆に巻き替えて、うん、なんか試合中も、まあ、初日終わったら、まあ、めっちゃ使ったものが、まあ、全部巻き替えです。うん、あのまあ、16とかちょっと太いのは使った分だけちょっと出して、じゃあ試合の1日目が終わったら、ま、その時点で巻き替えちゃうんですか。もう終わって、僕は場面にやっちゃう、なるほど、はい、ちなみにそのクロロとか PE とかナイロンでやっぱそのさすがに PE は、あ、 PE は巻き替えないんですけど、うん、クロロベートで使ってると、はい、糸癖つきやすいじゃないですか、あ、はいはい、傷つくっていうよりも、はい、そっちでなんかラインノーシンカーとかで使ってる時とかうまくなんか言ってほしいなぁ、はい、俺上手いから移動としてつかないんだ俺はメインで使ってたら変えるかなぐらい、そう、メインのものは変えます、うん、あの一日終わるものは大切っておばあちゃんに言われたんだ他なんかこう釣りのこと以外で、釣りのこと以外は、逆に本当に普段通り過ごします、うん、試合前だからって言って、うん、なんだろう、酒飲まないとかしないし、全然普段通り何杯行ってどっか行って、普段通り悪いことばっかりするのはこっちかもしれない、あ、それだ、してます、吸収してます、そう、逆になんかその酒も飲むし、まあ、なんか食べるものは気にする、あんまり生もの食べないとか、それぐらい、やっぱ食べ物は皆さん気にされるんですしてんのか、めっちゃしてますよ、俺はしてる、まあ、だって体調管理ができてないなんてプロとしてどうかしてません、確かにな、はい、カジヤマはどう、カジヤマ僕ですか、食べ物ですか、僕食べ物決まってるもんがあるんですよ、なんすか、絶対試合前いくらだろう、いくら違います、絶対いくらだよ、いくらみたいな顔して、魚介200、いくらだ、魚介200、僕絶対カツ丼食べちゃうんです、試合前ネタやな、ネタバタじゃない、僕はタラコですって言って欲しかったろ、試合前はカツ丼食べちゃうんです、とんかつ、もう僕はなるべく、コンビニで売ってあるカツ丼の、お弁当です、ね、あ、お弁当、はい、コンビニなの、コンビニです、なんでコンビニなの、部屋でやっぱり精神統一できるように精神統一できるように、するんだ、精神統一しながらコンビニのカツ丼そうですまあ僕もなんかその、まあ、釣り以外のことで言うと、僕2日前、まあ最終プラクティスだったり試合の前の日、前日は、オフリミットってあるんですけど、試合の練習最終日終わった後に、僕よくカイジとか映画を見るんですよ、カイジ闘争心をもうマックスまで、カイジは見ない方がいいですね、カイジは色々失敗するぞ、カイジのどこを見て、いやもうなんかこういうのやるの、絶対このなんていうんですか、勝負勝ってやるっていうので、マックスまで持ち上げて次の日はもう無音です。音も何も聞かず。勝ってもさ、賞金ペリカでもらうことになる。確かに。帝国かよね。そうなんです。なんかその、まあ、とにかく映画を見て、闘争心、まあ、闘争心上がる映画を見て、で次の日は、音も歌も聞かずゆっくり過ごして、車も掃除して、
釣り具も掃除して部屋に戻ってカツ丼食べて寝る。意外とメンタル弱そうですね。なるほど。いや、僕ルーティンです。闘争心を上げるための映画カイジっていうのがちょっとカイジ大好き。本が残りますけども。今年一回やってみようかな。ちょっとあと皆さんその試合前にこうなんだろう、こうつるむみたいなのってあるんですか。その一緒に飲み行くとか、そういうなんていうか、まあ集まるわけじゃないですか。同じ飯を食いに行ったりはね、たまにするけど、ね、試合前ではもうほぼしないかな。試合前はない。何ぐらいですね、まあ、飯ぐらいがあってもぐらいかな。そういう時なんか腹の探り合いみたいなのがあるんですか。ない。どうなの。ない。ない。ない。釣れるっつって教えてって言うだけ。正直に教えて。あ、そうなんですね。あ、じゃあもう皆さんやっぱもう一人一人で集中して試合直前は過ごす。うん、そう。みんな集中してるでしょ多分。あ、意外とどうなんだろうってなんか。それをこう遠征をやっぱちょっと旅行みたいな感覚で楽しんでるっていう。いや、その感覚で行くんじゃないかな。ダメすぎです。それはな、さすがに。僕は飯は行かないですよ。うん、あ、そうで、はい、昔から行かなくて、ラブロに、うん、たまには付き合いよって言って呼んでいただいて、たまに行くぐらいで、ほぼ行かないんですよ。だね、はい。なるほど。なるほど。ね、近くにいないとめんどくさいじゃん。車で15分もさ、はいはいはい。まあまあ確かに。来るとかさ。はいはいはい。カジュアルなんでな。去年の、小野くんの時、宿一緒だったんですよ。はいはいはい、宿2人しかいないのに、一回も会ってないですもんね。そうですね。朝どっちが先に出るか勝負してるぐらい。車を隣同士止めたんで、先に行かれたらなんか悔しい気分になる。わかります。でも明日5分早く起きようと思って。わかるわかる。勝負始まってるんで。わかるわかる。そうですね。ああ、なるほど。それはね、よくありますよね。なるほど、なるほど。そういう感じなんですか。ありがとうございます。大変参考になりました。強いな感じでした。じゃあちょっとここでやっと釣り糸の話に行かせていただければなと思うんですが、はい、皆さんちょっと、まあ、バリバスさんの、ね、釣り糸使われてると思うんですが、お気に入りのラインとその理由、そしてどんな釣りでよく使うかっていうのをちょっと考えて教えていただきたいなと。かぶっても大丈夫です。全然大丈夫です。僕はアブソリュートトリプル A、 これが出た時からもう、あのこれ絶対こんなラインないよね他にっていう。フローカーボン、フローカーボンです。はい、まあフラッグシップというか、はい、そうですね。もうずっとお世話になってますけど、これ以上のもん出てくんのぐらいのライン。衝撃的だったんですよ、それが出てくる時が。それ以前のバリバスさんのフロローからそっちに、まあ、の世界でっていうか変えて、あれ違うじゃん、全然違うじゃん。で、いろんなラインも実はトーナメンターなんで使うんですよ。はい、ちゃんと見るんですよ、はいはい、実は裏で。うん、で金森なんか好きだから来ちゃったでしょ。あいつずっと違うもん、こっちも金森使ってたんだから。この辺はまあ。え、あ、リどうやらそのように。絶対そうだよ。だから、好きだから来てるんだから、はい、うん。僕もそう。もうそれ出て、これ他のメーカーやってるやつらかわいそうになと思った。あ、ね、他のやつら、他のプロも絶対に隠れて使ってるよねとか思う。あ、なるほど、そうなんです。そう、まあ、僕もあの、まあね、あれ決してこう、あのいわゆるこうリーズナブルなラインではないので。あ、そうですよね。僕もあの桧原湖に遠征行って、はい、するときだけ買います。ああ、なるほどね。今日はいいライン使おう。今日はだけ買って、あ、やっぱいいな。いいよね、全然いいの違うんですよ。やっぱりラインってやっぱり重要なんですよ、うん、釣りの中でとっても重要なものなんで、いいものを使いたいって感じです。はい、小森さんは、はい、今年から、あ、それ去年から、去年から、はい、バリバスさんのラインはい、使えてるということで、はい、まあ、あの当然それまでもいろんなライン使ってこられたと思うんですが、はい、まあ、その比較も込みで今こういうラインをこういうふうに切り抜いて使ってる、比較というか、はい、はい、糸って絶対なんですよ。絶対なんですよ。要はもう、はい、切れるんじゃないですか、はい、どんな糸でもその重さだって切れるわけですよ、どんな強い糸でも。でも、はい、3ポンドって言われてる糸で、はい、やっぱり切れるウェイトってあるじゃないですか、はいはいはい、そういう意味で糸って絶対なんですよ。一番強いのが一番強いんですよ。これも裏切らないんですよね。なるほど。で、
まあちょっと言いにくいこともいろいろあるんですけど、僕も結構いろんなラインを今まで使ってきたんで、そしてその製造まで全部見てきてるので、まあ、言いにくいこともあるんですが、まあ、僕がこれを使ってるっていうのはそれが全てなんだなと思ってほしいなと。僕が使ってるアブソリュートドリプル A という糸は、まあ、それが全てなんだなと。今おそらく既存の糸で一番いいのはこれだなと。これがあるからここにいるんだっていう、その通りだと間違いない、はい、僕は思ってます、はい、ちなみに具体的に言うと、はい、同じフロロでもいろんなこう特性というかあるわけじゃないですか、はい、アブソリュート AAA はどういうフロロなんですか、はい、ここはね、もうライトラインに関しては金属製の促進性、要は硬い糸っていうのは昔から好きなんです、はいはい、当然なんですけど感度を伝えたりラインベンディングをしやすくしたりとか、はいはい、そういうことを考えると絶対直進性の高い糸って大事になってくるんで、はい、それがすごく極めて高い、ちょっと固めのフロロです。硬いフロロ、はい、で直進性がとてもある、うん、それによってよれてる、そのよれた部分が水中に残りにくい、うん、ずっとラインを送り込んで糸がパッとこう水に馴染んで素早く感度を伝えてくれて、それで素材も最強、そういう糸だと思ってます。なるほど、はい、でどっちかというとそのハードルアーとかよりはファーミングにどちらかというと合っているイメージ。そうでもない、まあフロロのラインなんでね、うん、巻き漏れで使おうと思うとナイロンとかそういったものも手段としていっぱい出てくるんで、うん、まあバーミングでやることが多いんですけども、まあ、バーミングでやるんでは硬い直進性のあるラインっていうのが最高になってます、はい、ありがとうございます。エジリプロどうでしょうか、はい、まあ、僕もトリプル A ですねまあでも C に言うんだったら、まあ、まあトリプル A、まあ、強いっていうんですけど、一番よく結構こんなザクザクな状態で用取れたら、ね、でも傷がついてからも強いのがアブソルートみたいな、トリプル A のページで、あとは僕好きで使ってるのがロックオンフロロ、はいはい、マーカーラインがついた、はいはいはい、ロックフィッシュ用のフロロカーボンラインなんですけど、やっぱマーカーがついてるんで、あのレンジコントロールしやすかったり、うん、バイトが目で見て分かったりするのが好きで、まあ、結構トリプル A フロロはトリプル A とロックオンフロロ使うことが多いです。なるほど、はい、マーカーラインマーカーラインだって、ね、はい、なるほど、やっぱもう全然見えるんですか。めっちゃ見えます。そのアブソルートよりもちょっとしなやかなんですね、フロロ、はいはいはい、なんでその巻き物スピナーベイトとか、まあ、クランクベイトで使うことが、うん、まあ、巻き物はそのフロロのロックオンフロロを使うことが、はい、僕は多いです。はい、梶原君、はい、お願いします。ですね、僕なんか基本的に P ラインを使った釣りが好きで、おで結構最近こうバリバスさんのライン使わせていただいて P ラインの出番がすごく増えました、はいはい、で僕は 0.6 号から上は、2号までですかね、まあ、アブソルト P っていう、はい、モスグリーンカラーと、まあ、ダークグリーンのツートンの P ラインがあるんですけど、まあ、パワーフィニッシュだったりプラグ系だったりいろんな幅広く使いまして、あともう一つ、バスのラインではないんですけど僕が使用しているのがソルトウォーターフィニッシュ P っていう、ホワイトカラーの P がありまして、まあ、これはですねアジングだったりネバリングの、メインのラインなんですけど、これがすごく良くて、もう触り心地でもう触った感じは全然違うんですよ。ツルツルで、はいはい、こう P ラインの感覚が全然ないんですよ。でとにかく抜け感が良くてキャストも飛んで、で、0.2 号から 0.4 号まであるんですけど、なんていうんですかね、フロロカーボン4ポンド5ポンド使った感覚ぐらい安心感のパワーがあって、やっぱ 0.4 グラム4号だと使ったりするとすごい心配な部分が多いと思うんですけど、僕おかっぱりもすごくするんですけど、おかっぱりでも、その 0.3 号とか 0.4 号という基準で、リーダーを5ポンドぐらい組んでもらって、釣りをすることがすごく増えたので、ロット2本決めた時にすごい、そのラインが選ばれることも増えましたし、トーナメントシーンでも圧倒的に P ラインで、そのアブソルト P っていうのと、ソルトウォーターフィニッシュ P、この2択がすごい増えました。はい、なんていうラインだって？アブソルト P とソルトウォーターフィニッシュ P。ソルトウォーターフィニッシュ P、はい、白い、白い、白いラインですね。なるほど。なんか僕あの亀山湖とかあの辺でよく釣りするんですけど、はい、あの界隈だとあのエリアインフィニティ、あ、エリアインフィニティ、はい、の本寄りの、あの、はい、とてもいい、はい、P を使ってる方が多いんですけど、はい、あれ使ってますね、あれ、はい、なんか僕は買えないんですけど頑張って買ってくださいみたいな頑張るんだメーターいくらだこれ、頑張るんだ
あれも、あとあれですよね、緑色のやつ、あれそれがさっきおっしゃった。それがさっき、そうです、あ、そうです、はい、はい。なるほど、P ラインは最近やっぱ、かなり皆さん使用頻度が増えました。バスでも増えてきてる感じは、はい、多分します。増えましたね。ね、なんか、デートも P でやる人出てきましたもんね、そのそうクロックとかパンチング以外でも、この2号とか行って。P ベートフィネスって最近、そう、あの、ちょっと、綾野さんとかやられてますから。しなやかさと、ね、あれが違うんで、比重が違うんで、結構いろんなラインがあって、使い分けなきゃなかなか全部できないんですよ、ね。まあそうだね、はい、確かに。ちなみに皆さん、ナイロンって使います？ナイロン、あ、トップウォーターでいくか。はい、あー、なるほど。小森さん。まあ、去年、確か、バサクラのチャタ、僕、やってたんじゃないかなと思って、あのすごいチャタ、はい、タチウオ用の針が、タチウオ用の、はい、なんだこれ、その自作のチャタ、あれは多分、ナイロンでやってたの、あれちょっと今度、取材させてください、はい、ぜひ、なるほど、お二人使えます、そうですね、僕も、ポッパーとか、そうですね、ポッパー、編集、水面系、あとはなんか大きい羽物、うん、20ポンドとかのナイロンとか、なるほど、カラスプライドね、使うね、よくやっぱなんか僕の感覚だととりあえず全部フローロでいいやみたいなとこやっぱあるんですけど、やっぱそれはちょっとナンセンス、やっぱりナイロンが適材適所、そうですね、一時はそういう時ありましたね、うん、僕らも、まあそれでいいなっていうのあったけど、はいはいはい、だけど今はもう、まあ、釣り自体がちょっと難しい面もあって、はいはい、その細分化させていかないとなかなか思ったように魚が取れない時ってあると思うんですよね、やっぱ90点じゃなくて100点にしていかないと、そうですね、そのルアーとかやり方メソッドの、はい、まあ、一番いいところを出すためにはラインも考えなきゃっていうところまであるわけ、使い分けないと、それは反省ですねそれを使い分けてるから彼は今年のワールドチャンピオンで、やっぱりこうやって聞いたときにちょっと僕らがいいと思うところついてきてるわけですねなんていうラインだっけ、はい、ソルトウォーターフィニッシュ、そうそういうとこ使い分けてるから多分一番取ったんだなって今ちょっと聞いてて思ったんで、なるほど、はい、ラインも使い分けていかなきゃな、ありがとうございます。ちょっと時間がね、そろそろ迫ってきて、はいはい、まだちょっと皆さんに聞きたいことがあって、今年の、まあ、抱負というか、抱負、はい、一勝したいな、一勝、あっけなく終わりましたね、抱負ですか、なんか講師ともに、講師以外でも、プライベートでもこんなことしたいとか、それ言えない、大体言えないじゃないですか。そのめちゃぶりですね、今ね、しかも前に神様が喋るっていうのが喋りづらいですよねいや、抱負全部勝ちたいですね、もうそれいつも思ってるけど、全部勝てるためのプランニングとかそういったのをちゃんと確立して言葉にしていきたいな、はい、最近その、まあね、世代がその小森さんとエジーさんの間でちょっとだいぶあまり考えてないですよ、もう世代別に考えてない、これ出ちゃえば一緒なんで、なるほど、はい、そこはあんま考えてないですけど、とりあえず全部勝てるようなモチベーションで、まあ、目標ってそこに立てない人は多分この人たち聞いて同じこと言うと思います、全部勝つ、それが目標です、できないかもしれない、だけど目標はそこです、プライベートの目標は今年も健康に過ごすことぐらいかな確かに、はい、それが一番ですね、はい、なるほど、ちなみに小森さん今おいくつですか、まだ26ですね、26歳、意外と若かった、僕35だから、まさか僕ああ全員同世代、今年49になります、なるほど、はい、川辺さんは、いや35って言ったらでしょ、途中ちょっと抜きましたもんね、すごい、今でだいぶ前にちゃんちゃんこ来てましたよね、だあれあれ30でしたね、あれ30でしたね、このちゃんちゃんこで、いじりプロが27です、27、僕24歳です、かぁわっけなぁっていう、そう大したことないですよ、僕らもあの時あったんで、あったあったあった、はい、その頃まだ俺釣りしてなかったかもしれない、いや全然してましたいやどうかな、微妙だよ、僕は僕遅かったから釣りする、今年の目標と聞かせて、要請しましょう、そうだそうだ、先に進んで、あ、そうです、ね、MC、 はい、すいません、目標を聞かせてください、目標、そうです、まあ、勝って年間優勝、全部勝てば年間優勝なんですよ、さっきそれで言ったじゃん、そうなんですけど、勝ち多くないな、戦略の部分で どこに重きを置くのかっていう部分、それこそあの梶原さんが勝った日原湖戦で、はい、ラージ、数少ないでかいラージを釣りに行くのか、まあ、安定感の比較的ある数の釣れるスモールを釣りに行くのかってやっぱちょっと違うわけじゃないですか、考え方、それはこう どっちを取りに行く、埋もれない釣りをしたいなって、ああなるほど、何個に入っちゃうね釣りを、埋もれない釣り、その靴は、まあ、去年はできないかと思った、自分の中で
そこの埋もれない釣りが結果として優勝になる。もっと決めつけないまで私は釣りしようかな。全然魚の嫌とこ行ったら誰も来ないぞ。それだ、釣り以外だ。誰ともかぶんなよ。釣りで流入河川やる感じ。梶原さんどうでしょう。そうですね、僕目標はやっぱり去年日本一取ったんで、はい、2連覇とオールスター優勝です。やっぱりこの2つは自分の中でやっぱ一番取りたいタイトルなんで、で今年去年ですね取ることができて、なんていうんですかね、もうやっぱり今までで努力こう実ったっていうか感じがあったんで、やっぱこれで満足せずもう一回取って、オールスターではまだいい成績出せてないので、今年こそは、この俺今年俺なんだ。俺先がないんだ。早く、はい、神さん24歳で努力が実ったそうです。早いよお前。俺見て実ったら36歳。ずっと実ってねえから。一応あのごめんなさい、あのオールスターってあの一応招待制の大会でして、はい、出れるかどうかわからない。現状出場が決まってる選手一人もいない。そうです。だから毎年編集部から皆さんに電話させていただいて、まずそこからだ、ね、まず袖の下から行かせて呼ばれるから、まあまあ、あのまずワイルドカード頑張んなきゃいけない、はい、頑張ります。あの、はい、それはあの、ね、あのタイミングで連絡させていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、ではあっという間に30分経ってしまったと。そう、あ、それはね、今年ね、あのオーバーフィフティっていうね、なんか試合やりたいなと思って。誰が主催するんですか。僕が主催で、はい、オーバーフィフティ。オーバーフィフティ、こいつら出れない、こいつら強いから出さない。なるほど。それはもうあれですか、もうオーバーフィフティのあらゆる50歳以上のおじじい集めて。なるほど。なんか試合やりたいな、集まりやりたいな。それは楽しそうですね。はい、またその時よろしくお願いします。あと1年生き延びれば出れます。もう大丈夫かな。大丈夫です、健康診断ちゃんと行って、はい、ということで皆さん、トークショーはそろそろお開きになるんですが、はい、こちらのバリフェス、なんかバリフェスフォトスペース誘導のカンペが出ました。はい、フォトスペース、こちらであのフォトスペース、はい、あの講談したプロの方を捕まえて、よければこちらで記念撮影もできますので、皆さんぜひこちらもよろしくお願いします。はい、ということで、もう金曜日にかかわらず集まっていただいて、で人来てるのかなってぶっちゃけ思ってたんですけど、そうですね、まあ、金曜日休みの方もいらっしゃるということで、ありがとうございました、お集まりいただき。はい、では、改めて川辺プロ、小森プロ、伊集院プロ、梶原プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こっちでここにいればいい、はい、これは絶対にやばいですよ。 S 字で水を切った時にこのエッジが多分綺麗に水をパンと押してくれるんですよね。こっちに平面があることによって、はい、で普通フラットに繋いじゃうとこうなだらかになっちゃうじゃないですか、はい、水逃げちゃうんですよ、はい、これ逃がさないですよね。まあこれで切って、はい、ここに水が入ることによってロールを抑制するんですよ。ロールをさせないため の、 あの全くしないわけじゃないんですけど、上に対してのキールみたいな仕事。そうです。で強い入力を入れた時にグライドベイトって斜め下に入っていく傾向があるんです、はいはい、それをなるべく抑えて綺麗に横にスライドさせていくっていう考えです。まあそれによってこのトップウォーターでもこの下のキール使って、はい、トップウォーターですごいこうキレのあるスライドアクションができるんで、複雑なアクション、トップウォーターでも非常に使い勝手がいい、中に入れてももちろんいいです。あのこれ新商品なんですか。はい、これはもうリップ付きで、まあ普通のリップ付きのビッグベイト風なんですけど、はい、まあ、もちろんそういう機能性はありきのプラスダイビングリップがつきますよ。これは自分でチョイスして、はい、これ同梱されてるので、はい、これをつけることによってタイトなナチュラルなアクションで3メーターまで潜ります。3メーターまで行く、はい、潜ります。ああそうか。でここのリップの溝で切ってもらえれば、はい、まあ、2メーター、2.5 メーターっていうふうに刻めるので、それはもう任意にお好きなように。まあ、このオリジナルの状態ではこれで 3m 台でナチュラルなアクションで泳がすことができます、はい、っていう機能性とこのブレードがつきます。でこれブレードがワンタッチでこれ取り外しがしやすいようにリングをですね、これオリジナルで作ってまして、
このちょっと上に跳ねてるここに引っ掛けることによってワンタッチで取れます。取ってここもつけるときもここに引っ掛けることによって簡単につけられますよ。これはあのビッグベイトにこのちょっと大きめのトレードをつける意味というか、はい、どういう効果が、はい、これはですね、主にトップウォーターで僕はよく使います。あ、トップウォーター使いのときに、はいはい、で水面でまあデッドウォークさせたときはこれがゆらゆら揺れながらフラッシング、はいはい、これで下からコールアップさせてくれるっていう機能、はい、あとはただ巻きしたときにこいつが回転してここにヒットするんですよ。あ、はい、でコン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 っていうあのサウンドを発生させますので、はいはい、ノイジー的なルアーとしても使える。で、この使い方に特化したのがこの2つの TW って書いてあるトップウォーターモデル、はいはい、これはボディの内蔵ウェイトをちょっと軽くしてます。あ、この TW モデルはちょっとトップ使いにもだいぶ、はい、というのはこれが結構重いんで、はい、これをつけた状態で水面をウェイクさせようとするとちょっと潜っていきがちなんでちょっと軽いモデルを作りまして、これでウェイクさせてノイジー的な使い方をあの皆さんにどうしても体験してもらいたくてっていうのは釣れるんですよ。なんでこれを設定してますね。ブレードありきのトップウォーターは TW っていう感じです。でこれが別になければ別にこれそこそこ高浮力なんでトップで使えるんですけど、こいつ 4g ぐらいあるんで逆に馴染みが良くなる、はい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 、スローフローティングになるんで、はい、これはこれですごい使いやすい。なんでブレードはやっぱりこうあの表層付近で、バスを引っ張るとか、そのノイジー的な要素を加えるとか、はい、そういう意味であのカスタムブレードあのこれセットで付属してます。いであとまあリップレスでも使えるんで、はい、IG 系で同じように音を出してもいいですし、はい、ジョイントペンシル的に使ってもいいです、はい、それはもうあの本当にトップから 3m レンジまでいろんな使い方ができるように作ってるんで、こちらのスローガンっていうかキャッチコピーがですね、はい、グランドツーリングスイムベイトっていう、グランドツーリングスイムベイト、はい、要は遠征、遠征した先々のさまざまなフィールドで全部使いどころありますよっていう意味でグランドツーリングっていうワードを使ってるんですけど、使い方の幅が広いんで、はい、マッディシャローからそういうクリアレイクまで、はいはい、ちょっとどこ行っても何かしら使い勝手ありますので、そういうビッグベイト、スイムベイトになってます、はい、アンナバウト、アンナバウト、これもうどこの釣り具屋さん行ってももう並んでますもんね。ちょっと異形のスイムベイトなので、はい、変わってるんで、はい、ちょっと敬遠されるかもしれないんですけど、一回使ってもらうと皆さん使いやすいですねってほぼほぼ言ってもらえるような。基本的にどんな状況の時に強いとか、これはですね、はい、まあ、レンジがですね、はい、基本はトップから水面下、まあ、せいぜい1メーターいかないぐらいのところなんですよ。なんで、低水温器は僕はあんま使わないんです、はい、ただ、9度ぐらいまでだったらシャローに上がってくるデカバスに対しては普通に釣れてます。ただ一番いいのはやっぱり春から初夏まで、うん、で、トップウォーターをメインに、使う人もいれば沈めて使う人もいれば、はい、まあ、フィールドによって様々なんですけど、はい、まあ割とトップが使う人少なくて、なんかね、見切られにくいイメージがあります、はい、なんでかっていうと水面ってぼやけるじゃないですか、はい、物が でかいんで中に入れちゃうと割とはっきり見られちゃうので、ちょっと水面にして銀膜使ってやることによって見切られないで激しいバイトで食うっていうのを結構経験してる、はい、だからそういう使い方も知識してやってもらえると、まあ、引き出すの一つとして、はい、いいんじゃないかな、はい、あとは、まあ強弱入れながら、やると片方にこう寄っていく、こうやってだからオーバーハングの下とか桟橋の下とか、はい、任意にこう中に入れてまた出していけるっていう操作性は多分抜群にいい。だから慣れてしまうと本当に意のままに操れるっていう、はい、グライドベイトになってますので、ちょっと練習してもらって、はい、使っていただければ非常に楽しいです、はいはい、ありがとうございます、はい。
これは今もう雑誌とかで一気にプラスルーツのロッド出るぞっていうのを読んでから来たんですけど、はい、これどういうコンセプトというか、コンセプトは使いやすさ、使いやすさ、はい、で、ルアーに対して一本一本個別開発、なのでクランクウェイトであればクランキングロッドですし、はい、ミドストロッドであればミドストロッド、ターゲットを明確にして作ってるイメージ、はい、お買い上げ僕差を作ってるんで、田中さんさっきからって難しいことをね、僕にいろいろこうねの説明をさせたり、この振り方じゃねえよって、そういう振り方じゃない、ダメダメ、怒られちゃう、怒られちゃう、でもすごくね、まあでもライバルのタイムを研究しないと、2024年っていうその年のまあ目玉のあのブースではあるんだけど、なんか苦しい話になってるんだけど、でもほらもうやられてる方が全員知ってる方なので、はい、なので火花でね、いつもそうなってるんですよ、はい、そうです、はい、いやいや、こちらもさ、みんなが頑張ってくれるからこっちもやる気になるわけで、まあ、サムさんも完全にベイトビジネスですもんね、イメージで、サムラさん、ベイトワーミング、サムラさん、これサムラさんですよ、ああもうサムラさんだ、これベイトロットをスピニングのように扱う男ですからね、そうです、まさにそのコンセプト、その感じが好きだったっていう人は今グラスルーツの時に来ればそのテイストの竿が最新鋭のが買われちゃうかもしれないよっていうことですね、色がはっきりしてるから、うん、誰がどういうのっていうのは、うん、僕らは特に長く付き合ってる方たちだから、うん、そういう意味ではすごく選びやすいですよね、うん、そうですよね、あとはグラスコンポニコン、これは多分 ありますね、想像できるんですよ、あ、でもだいぶ柔らかくしましたね、よく知ってますねいや、それはだって僕、ナイツさんと草村さんも何年付き合ってるんですか、あ、いつも見てます、嘘だいやいやいや、あの YouTube チャンネル俺かなり勉強してるんですけど、ただのラジオですからね、でも結構コアな情報出てきちゃうんで、はい、ジニアスプロジェクトの動画を見つつ、はい、あ、目の前にありますよ、いやいややっと売ります、三原プロオリジナルの、はい、これはもう糸巻き量がパワーアップしちゃったっていう、はい、ね、多分ね、ジンボさんいいんじゃないかな、ノブ持ってみてください、これちゃんと勉強してきました、トライアングルシェイプで、はい、デルタノブ、こう握り込む、そうですね、握っていただければガブってガブッとこれが標準装備でついてきちゃう、そうですそうです、三原デザインでございます、すごい、でカラーリングもこれで決定っていうことで、そうですね、もう真っ赤っかのキャンディーレッドですね、サムライ、はい、で、三原くんのサインが実はこっちの後ろの方に入ってまして、ちょっと見にくいんですが、光ってるから、このさりげない感じが、はい、で、ギア比がなんと裏切りの 8.1 と 5.6 っていうでも逆に意味がね、すごい出ると思うんで、はい、いいかなと、真ん中を抜いてきたっていうのはハイギアなのはどういう展開で使うっていうのか、ハイギアなのはやっぱりその、まあ、三原プロ独自の釣り方のギルロイドジュニアだとか、はい、まあ、バラムだとかの、はい、その高速巻き、はい、または、ゼロポジション止めてるところからの腹筋というのっていうのでやっぱハイギアで、 5.6 は、まあ、やっぱり糸巻き量とこのハンドルを見るとですね、はい、やっぱり巻き物をしたくなるわけじゃないですか、はい、まあ、ディープクランク、マグナムクランク、はい、ヘビースピナーベイトなどの巻物用にということで、いつぐらいからデリバリーが、3月末発売です、もうこれは確定です、もうできてるんで、検品をしないといけない感じですね、はい、あの動画で見ました、青木さんがもう一人で夜な夜な全検品、そうですね、まあ、
オーロラ KTF もですね、400台あるのですが、はい、400台全部僕の指紋ついてます。あれ年末に出たらもう全部売り切れちゃった感じで、はい、おかげさまで速攻ですね。今何もありません、はい、いで今日はあの富士工業ブースに遊びに来たんで、はい、まあ、あのせっかくなんでプロトロットを作ろうかな。 L プラス、はい、ワイズマンという名前にしてるんですが、はい、を試作しております。今僕デザインしたのは FBCS、はい、の、13の内径11をつけてます。で、まあ、今ガイドを巻いてるんですが、水光さんもちょっと、ね、ガイドラッピングするということで、はい、邪道中の邪道の、はい、裏技、ここって巻くとよくずれません、はい、スレッドなので、これダイソンで売ってるハケ付きの瞬着、ハケ付きが使いやすい、はい、もう絶対マストです、はい、マストでハケ付き、はい、横にちょんちょんちょっとでいいです。あ、はい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 。でこれ多分ね、悩んでる人はめっちゃ喜ぶと思うんですよ。これスピニングのね、1個目のでっかいガイドでもいいんですよ。はい、で僕は軽くしたいので1周しか巻きたくないんで、はい、余計に止めちゃいます。この今の接着剤にもちょっとつきつつ止めちゃいます、はい、止めちゃいました。あー、飛んだ、止まった。はい、であとやっぱりそのまあ皆さんいろんな竿を使われてるのですが、こう縦に筋入りません？はい、あれは何が原因かと言いますと、はい、まあ絶対とは言いませんが、ジーニアスのノット実は入りにくいです。なぜかというと、この巻きのテンションが強いんですよ。で、あれは糸が緩いから、はい、糸がグズグズするとエポキシがクラック入るんですよ。わかりますかね。それで入っちゃう。だからこれをしっかり引っ張って、しっかり引っ張ると止まってるとすっげえ引っ張りやすいので、それがもうプロの技ですけど、もうプロなんですけど超邪道だと思いますよ。はい、ここの圧力のかけ方っていう、いや、あの今のスレッドくるくるくるんとこう、はい、動画で見るとすごい軽やかにスイーッといってるように見えちゃうんですけど、実は結構ギュッギュッといってるってことです、ね、なんでしょう、スレッドって引っ張ると一回ギュッて伸びるんですよ、はい、そこまでやってます。で、あとこれね、嘘だって思うかもしれないですけど、強く巻くと感度上がります。実はなぜ分かったかと言いますと、富士工業がなんだっけ、カーボンの筒のガイド、はい、磯の竿に作れるような通すやつが出た時に、うわすげえの出た、ジグザグしやすそうと思って、はい、まあ、いただいたんですよ、はい、しっかりサンプルを、はい、でロッド作ったんですね、はい、じゃあやっぱりこうやって糸で巻くガイドの竿より通すやつって感度落ちたんですよ。落ちた、なんでだろうと思って考えて、やっぱり結局ね、一瞬な、まあ、何百グラムっていう力なんですが、まあ、20回ぐらい巻くわけじゃないですか、はい、そうするとやっぱり大きな力になってくるわけですよ。やっぱりドーンってやって瞬着もしっかり巻きつけてる方がやっぱり強いんだなと、ね、やっぱり伝達もいいんだなっていうことに結論づきまして、はい、で、まあそれこそだってめっちゃ簡単だよ、キュッキュッキュッってずらすだけなの。でもやっぱりダメなんだなと思って、感度の面ではね。だからそのいろんな利点はあると思うんですよ。ただ感度の面では NG っていうふうに僕の結論が出てます。ちょうど昨日近所の一番でかい上州屋さんとか、フラフラしてたらもうジーニアスのロッドが全部陳列されてて、あれ迫力ありますね。も全部ずらっと並んでまして、はい、よくよく見るともう今の時代にコルザイトが乗ってる竿っていろいろ並んでましたけど、はい、なんかもうグラビアスロットが俺が見た範囲ではだけぐらいになってきちゃってすげえよなと思って。いやもう今井さんのやつ、 あとそうです、はい、今エバーグリーンブース覗いてきて、はい、いよいよ青木さんデザインのグリップが搭載されたのが、はい、2本新製品あるんですが、はい、うちとエマグリのコラボのやつ、はい、先週の木曜日にの夜に6本来まして、やっとそこから必死で作って、はい、飾ってあります。あれ僕のハンドビル、はい、ハンドメイドです、はい、ね、新しいルアーマガにも記事というか青木さんの、あ、そうなんですか、ごめんなさい、僕まだ見ずに、あれ違うかな、今月か先月のに、あ、そうですね、
年末に、はい、あの襲撃戦、うん、いや読みました読みました、あのいよいよ去年富士工業でこれが最新だよっていう出たそういうのがやっとところどころ搭載され出したっていう、はい、そういうタイミングなんです、ね、特にこの FDCS ですね、はい、まあこれ6000円しちゃうんですけども、はい、まあ僕が作ったからには僕が一番乗っけなきゃ意味ないだろうということですぐに発注をかけまして、はいはい、なんとか一番になっております。今年度の何か新しいそういう具材的なトピックは、ね、僕自身、まあ、まあまだ採用かどうかわからないんですけど、去年のうちに、僕の間トップガイドと、はい、あトップガイド、はい、はい、リールシート、こっちのあの PCH って既読系のリールシートのスピニングの僕のデザインの2点は出してあります。あの青木さんのあのスピニングのもっこりこり、もっこりやりますよ。あれどういうことなのかなって今ちょっと持ってきちゃってもいいですか。あれね、いいですか。あれまず持ってみてください。いやこれそう、ああって言っちゃうでしょ。何の違和感もないですよ実は。はい、で実は普通にちょっといいですか。あ今すごい力、これ もっこりなかったら結構ねみんなねハンドル重いからこうなってるんですよ、はいはい、実は、はいはい、でももっこりあるからそのベイトはねトリガーがついてるので上下頭がずっと入ってるんですが、スピニングって意外と上下分からずにシェイクしてるんですよね、はい、でこれだったら横シェイク縦シェイクが分かってやり取りもあこっち向いてんだなっていうのでやりやすいですよね。もう一回持ってもらっていいですか。でしっかり見てください、もっとしっかり。すんごい、すごい力入りますよね。すんごい力入る、はい、これギューッとここにこの腕の手のひらの可動部分がちょうどギューッて握り込めるから、これ昨日あの釣り具屋さんでここになんかあのいろいろついてて握れなかったんですよ。やっと握れると思って見つけたと思ったらこういうことなんだ。これ握った瞬間にあーってなりますね。そうそう、みんなあーって言ってくるんですよ。なんかめっちゃ最初気持ち悪いイメージなんですが、握るとあー違和感ないじゃんっていう、まあ、絶対そういうことなんだろうなと思いつつも、はい、青木さんまたなんかいやこの形は攻めすぎる。これのカーボンのやつやってるんですよ。はい、だからそれが出たらそっちに移行するとは思うんですが、今はこれで、はい、バッチリで、僕だから質問するぞお客様が、まあ、じゃあ釣り子さんにお聞きします、はい、どんな魚釣りたいですか。大きい魚でしょ、はい、ほんなら大きいのに備えたグリップにしましょうよって話なんですよ。例えば、はい、これ今から実験させてもらいます。はい、つぎこさんこうやって握ってもらっていいですか。はい、前のこうやって前の方、はい、しっかりで、しっかり握る。ああ、ブレますね。そうなんですよ。で、ブレ今普通の位置に乗る。いや、これほんと力込みやすい。で、あともう一個あって、はい、もう一個あってスピニングロッドってほぼここでしか持ってないんですよ。あで、アクションさせる。細いと、そのアクションは細いがやりやすいんですけども、ただこう、ま、アクション持てばいいんですよ。でもやり取りの時はここが太くないと負けちゃうんですよ、本当に。それをすごく考えてやってるんですけども、はい、あとさらに言うとここの隙間っていうのがあって、はい、埋めたんですよ、ただそれだけ。これまだそうですね、あの、まあ全部じゃないですけど、釣り具屋さんにこれ今並び出してるから、はい、本当、一回握ってもらいたいですね。はい、でもね、あんまり入れてくれてないから大丈夫です。でも正直言います、めっちゃ売れてます。もう自分で売るしかないんで自分のところで売ってるんですが、まあ、あの多分このご時世あんまり高い差は売れてないと思うんですが、うちはずっと売れてます、はい、そんなこと言っていいのかな。いやでも今本当あの一時こう世の中の全ての高いロッドがトルザイトになり、はい、ただいろいろな関係でトルザイトがちょっと見なくなってて、はい、でも一回味わっちゃうと絶対やっぱ俺は、まあ、SICS も好きで使ってますけど、はい、トルザイト来たんだよな。そうですね、僕好きですよね。この T2 カラーっていう、はい、チタンの T2 っていうカラーなんですが、はい、まあ、もうこれがうちの目印にしてあるんで、うん、これはチタンしかない、うん、でも今回ザグレウスっていうちょっと安いの、はい、巻物のハードやってて、これ IG 系用なんですが、はい、これステン、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 チタン、チタン、チタンで、SIC なんです。釣り具屋さんに並んでるのってこっちですか。いや、これね、まだ出てないです。プロと
並んでるのはあれグラビアスシリーズ、はいはい、あー1個安いやつでも4万円台なんで、はい、これあの IG 系をやるやつです。でジグザグもしっかり体験できちゃうよっていう、エバーグリーンはなかなかやっぱりハイエンド機種なんで、だからジグザグを体感する、うん、一番あとこういうなんかまあ なんて呼べばいいんですか、これね僕一応名前つけたのは、まあ、コーミラーカウルシェイプって言ってるんですけど、あ、ちょっと汚かった、いやでいいですよこれ、あのここにね F1 カーだったらここにヘルメットがあるんですよ、はい、分かります、こうありますよね、はい、こういうの似てるなと。まあでもバカなんですかね、大体本当はここまでしかグリップ作んなよって言ってライン入ってるのに、はい、ここまでやっちゃったっていう、 なんで思いついたの。いやあの他社さんのいいとこを言っていいですか、メガバスさんがやってたんですよ、もっこりしてたんですよ。でもまあじゃあちょっとそこからオマージュさせていただいて、はい、メガさん、はい、結構かっこよくしたいから、うん、ここでシュッてなった、はい、ほんだらなんかあんまり意味が僕の中でなくて、僕の中でもうちょっと前まであったらいいのになから始めてこのシェイプになりました。ここを上げるっていうのはやっぱり大切なのかなと。ありがとうございます。すいません、いや1時までにやっぱこれだけやっとかないといけないなと思って。俺去年青木さんに、はい、展示会の時にいや瞬間接着剤使えばいいんだよ、そうそう教えてもらっていい、どういうこと、どこにどういうことかなと思って、はい、こういうことだったんですよ。そうそう、あの結局ね引っ張れないんじゃないですか、その、はい、滑っちゃうから、はい、引っ張れない方がダメ、あそんぐらい圧力最初にちゃんとかかってないと、かけないとそのスレッドの割れが出たりね、はい、ズレが出たりね。限定でこれ最後もう一回引っ張ったりやると相当強くつきます。今ものすごいスピードで竿が仕上がっていっております。これは撫でれば綺麗になるので、撫でる工具とかも気になっちゃいますよね、もう 何で撫でてるの、まあ、手作りなんですよね、ベアリングつけて。あ、青木さんのコーティングを見たいですけどね、今回コーティングがなしということで、コーティングね、なんかエポキシでやっちゃうと1日終わってしまうんで、うん、そのシロップとかローションでできねえかって話をしてまして、大阪はもしかしてやるんじゃないか、もう提案したんですよ、やっぱコーティングしなきゃダメなんじゃないのって話をして、はい、メディアはまあちょっとしたポータブルバッテリー持ち込んじゃえば、いや 100V はあるんですよ。ああ、なんかもう動画で夜バチンと電源が切れちゃうんじゃないかっていう、そうそう切れちゃう、切れちゃうからまあダメになっちゃうんですけど、まあどうせでもだって固まりましたなんで次の日みんな見に来ないから、うん、はい、あの今分かりましたね、伸びたんですよ、伸びた、はい、あのスレッドがねやらあの伸びるんですよ、伸ばしちゃう。このジーニアスカラーの青木さんいつもこのスレッドでジーニアスロット作るじゃないですか、はい、このスレッドの選定っていうのは何かこだわりとかっていうか秘密はあるんですか。ありますよ、あのね聞いちゃっていいよ、どことは言えないんですけどめちゃめちゃ弱いのがあるんですよ、はい、簡単にちぎれるやつ、あれはダメです、もうダメです。で、まあど、まあ、詳細はまああれですけど、はい、青木さんの中でもこれっていうスレッドで言っちゃいけないのかなと思って、いや言わないでほしいですけど、そのメーカーに言ってあげたらめっちゃ喜ばれました、よかった言ってあげてと思って、やっぱ僕は気にしないすぎて、はい、なんか親切心で言ってもねやっぱりけなすから、うん、まあ、もう自分の立場をわきまえてるつもりで、はい、まあ、僕まあ公的には言わないですよ、こうやって結構言っちゃうと多分そのビルド商社さんに関してはちょっと力を持ってしまってしまってるんじゃないかと思って、良くないよって言ったら良くないな、こそっと言ってあります。ここで適正な強圧力をかけてくるくるくるといって、ね、ここのその抜き糸を入れるときは残り何巻きで入れてますか。3回は最低巻きたいです。3回は最低、はい、4回ぐらい、3、4回。来た来た来た、早い、
が上がってまいりました。はい、あ、ちぎれた、やべえ、いけた、いけました。これでダブルフットの部門が終わりました。みんなこうちっちゃいのがね、嫌だと思うんですよね。きた、まずちっちゃいなので大きいのがあるんで、俺の距離から映ってるとこれもうゴマみたいに映ってますけど、ゴマです。あ、シングルフットを今かかって、ね、シングルフットは、はい、さっきの質問あったみたいに、釣り子さんのこんにちは。でまだ僕 4.5 っていうサイズは D で巻きます。はい、よくあのこのガイドの始まりのところをちょっと削るとかっていうようなことはされてるんですか？はい、僕は一切しないんですよ、このまんまで。はい、これちょっと削るのもあるんですけども、あの富士工業の製品の面取り技術はすごいんですよ。で僕しっかり引っ張るでしょ、はい、変に削るとですね糸切れちゃう。逆に変なバリを自分で作っちゃう。そうなんですよ。だから僕はやらない。でもやる人はいっぱいいます。まあそれは人それぞれなんですが、はい、でさらに富士工業にも提案していくとですね、はい、ちょっとフットの形状をね変えてくれてるんですよ、次から。だからいいのはできるんじゃないかなと思います。無言の動画ってどうなんですか？いいと思いますダメですよ、喋んないと何か適当に喋り出すとあらぬ逆に使えない話題が出てきちゃうかもしれないんで、奥田の場合あのこの、ね、裏話が出ちゃうかもしれないんで、もう今回のねフィッシュショーでやっぱり僕も取材しなきゃいけないというか、まあ、僕の SNS ですけどね、はい、まあ、コモリプロがね、はい、あの FBCS、はい、の既得のグリープ使ってくれたんで、サオにね、はい、彼のモデルにちゃんと僕も紹介しとかないと思って、僕も後で行こう。6号の MLF かな、何かプロトワーのガイド行った時に使わせてもらったんですけど、はい、それにその時はまだ青木さんグリップなかった頃なんで、はい、もうこれで全部完成だよっておっしゃってたんですけど、去年コモリプロ F フラットバックキャスティングシート変わった瞬間に、はい、あこれするっていう瞬間を俺見ましたよ。ここでね、はい、ここで言ってましたよね、はい、ちょっと行ってくるわって言って、うん、なんかこのレッグリップに変えるって言って、はい、どっか行っちゃったからね本当に変えたんだと思ってこれにするわって。じゃあ現行でまあグラビアスロットシリーズはともかくとして、はい、今江さんのロットと小森さんのロットに採用ということで、そうですね、日本のトッププロがみんなこぞって選び出しちゃってるっていうことになる。優しいいやいやいや、一回触ったらやっぱぬめぬめ感というか、いやみんな優しいですよ本当に。ちゃんとやっぱりね、やっぱりほんまにトッププロであれ食ってる方なんで、やっぱりちょっとぐらい話を聞いてやろうかという気持ちがあるのはありがたい。すごいっすよ。そうですよ、ここからでやめます、太い方やめます。はい、邪道なんですけど、瞬着使っちゃうんですよ。仮止めしてるの何なの？はい、仮止めする、仮止めしてるその白いのは何なの？これ瞬間接着剤。違う白いのマスキングテープ。あ、マスキングテープです。あ、そう、あの仮止めです。あ、そうそうそう、それは知りながら、はい、で、これをカッターで、うん、そう切ってるんですよ。仮止めして、そうですそうです、で、瞬間接着剤とりあえず塗ったら糸止めちゃうんですよ。で、この糸の巻きの強さが竿の性能に直接関わってくるんですよ。で、強く巻きたいからで、最近のブランクの塗装って良くてツルツルなんですよね。
だから結構厳しくて、まあ、なんか止めちゃった方がいいよっていう、うん、でもこの接着つかないと多分邪道も邪道なんですが、こっちの方がいいものができます。で伸ばせる分伸ばしちゃうんですよ糸、はい、でしっかり持って抜き糸ですね、抜き糸入れて、あ引き抜くやつね、そうですそうです抜き糸、はい、最後締めるやつ、はい抜くやつです、はい、でしっかりあの足の根元までしっかり巻いて、はい、インして、こう入れて、でもう一回引っ張るんですよ。で、行きます。そうするときっちり、はい、マスキングテープでやってます僕は。こんな感じでしっかりつきます。もう僕はもう本当にこうやって普通に、まあ、これ僕ジグザグって言ってジグザグに置くんですけど、こう上からこうくるっと。意外にやってるとさ、2、3年ずっと抜けちゃうしね、はい、そう、やっぱりスレッドは強く巻くのが正義ですよ、はい、ガイドもしないからな、そうなんですよね、チタンとか、ね、いい素材使ってるんでどうしても高価ですよね、ね、はい、そうですね、あのみんなこっち回す人いるんですけど、サを回した方が絶対効率はいいですね。はい、瞬間接着剤はこれ選んじゃダメみたいなのとかってあったりします？逆に多分日本製がいいと思うんですよ。これ100均のダイソーさんのなんですけど、はい、日本製なんで、でブラシ付きで、はい、でまあ僕グリップの中とかもマスキング付き使うんですけど、必ずアルテコで止めることですね、はいはい、で樹脂化させるっていうのは大事ですね。しっかり固めてから作業にちゃんと入る、はい、あのアルテコ塗らないとマスキングテープの強さで止まっちゃうっていう理由資料ね、これダメなので。ほんで仕上げは何に、エポキシーって言って A 液 B 液混ぜるやつなんですけど、はい、あれが一番いいですね。やっぱり今あの富士工業からあのワンタッチでプシュってやるだけでちょっとだけ使える、あそう袋がで、ね、どこだろう、富士エポーってはい、ここもうそうですそうです、出たんですよ、僕も監修したんですけど、漆のチームが買ってきてあれでやってるんだ。漆ね、まあ、悪くはないですけど、やっぱりエポキシの方がだいぶ強いし、水に強いですね、はい、漆もいい素材なんですけどね。このブースのなんかちょっと小物コーナーみたいなとこ見ると、そのどういうのであの巻いた糸止めりゃいいんだよって聞いたら、多分すごいいいやつ紹介してくれると思うんですけど、いや、八木さん、ジジエポをちょっとあのご紹介していただけませんか。話しながら、はい、ジグザグが組まれてる、そうです、ジグザグにしました。例えばね、作業まあまだあの、はい、最後調整するんですよ、はい、時間ぐらいで終わらせた時に、はい、そういうところに混ぜてたら何考えでも、ジグザグ発案されてからもう何年ぐらい経つんですかね。結構やってますね、ますよね、はい、まあ、まさかの曲げるっておかしいな話なんですね。どこかのキープキャストの会場で奥さんに教えてもらったんですよ。そうなんですよ、これやばいんですよ。あの時そう一緒にね、つららの小賀健さんも、はい、なんかうちも感度上げるのを見つけたんですよ、あのストローガイドセッティング、はい、でかぶんなきゃいいですねみたいな話をしてたんですね。お互い言えないんで肝は言えないけど、そうそうそう、いやこれすごいの考えたんだって、お互いこう、すごいな。トップガイドの方もスタート一巻きで決めて、トップガイドね、もうちょっと巻かないとその、はい、なんだろう、止まんないというか、なので短めには巻くんですけど、はい、でもなんかね、サウンドだったらないのあるんですけど、はい、ないとね、やっぱり外れやすいですね。あの回す方向の力がやばいですね、その
まあ、止める方向じゃなくてガイドが回っちゃう方向の力もちょっとやっぱり若干なんですがスレッドで抑えてますね。はい、はい、パイプが回っちゃう、いわゆる先ほどのここから細い糸に変えていきますっていうエリアぐらいから若干そこは変わってくるって感じ、はい、そうですね、もうめちゃめちゃ細くなってますよ糸が。画像では分かりにくいですよね。いや、まあ映ってないと思います、はい、この距離だと糸細すぎて。そうなんですよね。今ジグザグガイドが的確にクリクリと施工されていっております。こんなのこんなそばで見せ聞きながら見せてもらえるって機会ないんで、やっぱ釣りフェスティバルとか展示会みんな動画では出してくれてますけど、なかなかそうですね、もうどうなんですかとかなかなか聞けないじゃないですか。まあ聞いてもらったら答えますね。アクサがトップバッター。そうなんですよ。あ、もうすぐ1時じゃん、終わらそう。あ、ラストスパートかかります。はい、あと15分で1時なんで僕のパートが終わります。あ、でも釣り子さん来てくれて時間が早く経ちました、嬉しいです。いや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 自分このなんか謎のパスを買っちゃったんでとりあえず休み取ったんでフラ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 3日間は。あ、いつも熱心です。ハサミが落ちそうな。ありがとうございます。このハサミね、ジャストエースさんなんですけど、めちゃめちゃいいですよ、はい、それすごいプロプロの道具って感じの、はい、1800円ぐらいしたと思うんですけど、価値はすごいあります、ね、刃物系は本当にいいの使った方がいいですよね、絶対、はい、なんか変なほつれとか汚く仕上がっちゃったりするから、ね、そうです、テンションかけずに糸切れるハサミが必要なんです。つるんと、スパンと、はい、入ってない。目が悪いぞ最近。老眼が。いや、こればっかりは。悲しい。ねえ、僕ずっと 2.0 だったんで。はい。こんなことになるなんてって思ってます。別に遠くは見られてますよね。遠く見えます。近く周りだけなんか。そう、悲しい。青プロトップ50への挑戦。いやー、なんとか猫パンチだけでも。残してね、傷跡を残していきたいですね。表彰台で見たい。なんとかしよう。頑張ります。そうすると今年はグラビアスリールとかユーザーはトップ50何名ぐらい参戦される感じなの？まあ今江プロ、はい、シダツミラプロ。はい、僕だけですね。あ、うちの正式サイトで、うん、で、まあ、使ってくれる人ちょこちょこいるんで、はい、まあ、言ってね、その、なんだろう、その50分の3でも多分ね、その大メーカーさんと比べたら多い、ね、多い比率だと思うんで、十分です、うちは。だって、バサクラでも2人いるんですよ。そうですね。いや、そう、幸せですよ、皆さんいろいろやっていただいて。そう、その抜き糸ど残りどれぐらい残して切ろうみたいなところからもう分かんないですから、やってると。適当っす、これは適当っす。でも、とりあえず青木さんの長さを全部覚えとけば、あ、こういう感じでかーとかこう。ちっちゃいのに。はい、もうあと2個なので終わらそう。これで終わりだ。メタリックスレッドとそうじゃないスレッドの差みたいなのって感じありますか？
ますというか、まあ、メタリックスレッドの難点は、まあ、伸びない部分があるので、うん、その巻いたらすぐコーティングした方がいいですね本当は、はいはい、ぐらいじゃないですかね。あとは別に僕は昔はねダメだって言ってたんですけど、僕はそんなことはないと思いますね。僕のコーティング方法、まあ、しっかりその熱を入れてエポキシ炙ってあげるんですけど、はい、液体までしてあげるとしっかり浸透するんで大丈夫なんですけど、やっぱりその染み込みは悪いと思います。熱を入れてちゃんとエポキシを柔らかくしてあげて浸透させる、そのイメージでコーティングすれば、まあそうですね、まあまあという感じました。はい、金曜日の僕のデモはこれで終わりです。すごいですね、もうあっという間にジグザグガイド完成ということで。そうそう、いっぱい喋っててね、最後巻きでやりましたね。
超高級だよ、ね、6000円。やっぱり6000円ですよね。いいの入ったのあった。こんなの値段上がっちゃうからつけたくなかったんで、で、まあ、とりあえず開発のやつかつけてみたい、はい、使ったら、いい、お前がいいって言うんじゃしょうがない、うん、つけろよ。これでじゃあおいくら、本体価格いくらぐらいで、ね、あでも6万ちょっとです。6万ちょっと、うん、6万ちょっとでこれ入れてくれてるんだったら、まあ良心的だ。これが6万6000円、はい、でこっちが6万2150円。でうちあの OEM でいろんなメーカーさんに差を出してるんですよ、はい、開発依頼されて、はい、全部コンピューター設計して、型手配して作ってるんだけど、これをもしそういうラインで他のメーカーさんに売ると黙って切り替えるですよね、ですよね、触ってみてください。りょうくんにこれ含め、これ6万だからこれ買えよ。ちょっと触って軽い、軽い、振れば分かりますよ。ここまでのマルチピースなどを作れるメーカーさん、他には絶対ない、はい、比べて回って後で比べてもいいし、比べて回っても実はここが作ってるって可能性が高くなってる。マルチピースは作ってない。あちゃんと張りもある。9万円になっちゃうとさすがに注文来ないから。マルチピースなのに軽い。ダラダラしてるような感じで、軽いだけじゃない、シャキッとしてるし、シャキッとしてるし、はい、ま、曲がり見てくださいよ。ワンピースでしょ、はい、素晴らしい。すごいベンドが綺麗、うん、こんなないっすない。だから中国頼んだってこんなの作れない。はいはいはい。これ連れてハワイ行きたいな。あ、ピコックバス全然、あのハワイのウィルソン港とか、あの旅行のついででよくやるんですけど、バカンスで、なんかやっぱ飛行機全然持ち込めなくなっちゃってるから。そう、これだったらね、これだって姉妹数も、姉妹数すごいんじゃない、短いの。そう、あ合わせがね、ここまで入ってるんで、こいつがこの長さですね。この長さ姉妹数、あのカバンに入るってことですもんね、うん、そう、あのカバンはね、これまた別物、太い方の、あ、これまた別物、うん、そうそう、あこの竿は一緒ですよ。このケースはこっちの竿用、あっち用で、うん、でそれよりも短いの。短いです。スーさん、これマジありなんですか。これね、いいじゃん。これに 25mm 1インチ足した長さ、姉妹寸法。おー、2本目としてはこれ本当にいい。メインロッドとして使ってもらって全然いい、うん、ね、変な安いの買うくらいだったら、うん、こういうの1個は高いのしっかり、うん、そう。で、2ピースメインでしょ、大体、はい、2ピースってこう曲げた時に、はい、曲がりの頂点に繋ぎがくんじゃないですか、はい、それ嫌だ、だから分散していくから、そう、5本で、もっと言っちゃうと、まあこれは 3.5 ポンド、はい、もうちょい強いのもある。ピーコックだとこっちかな、こっちか、20
スピニング大スピニング。スピニング。ああ、そうか。基本スピニング。でもそのコンパクトさで持っていけるんだったら、ね、これ1本あれば海もできるから、うん、でこれまあバスメインはバスメインなんだけど海で使ってくださいよって言うんだけど、バスロードワンピースを結構多いじゃないですか、はい、でこうカーボンのパイプで作ってあるから、基本パイプってこう曲げると真ん中たわんで潰れるんですよ。それはもううちのもそうだし、大和さんでも島野さんもどこでもそうだ、継ぎ目がそうだけど、これ5本継ぎだから硬いところがあるから、ここは潰れにくいんですよ。これベンドはどんな感じか、今軽く曲げてみてもらうと、はい、はい、どうぞ。わー綺麗、これはパワーですね、はい、だから 1P 以上に丈夫です。いいね、すごいっす、ハイパワー。こちらもお買い上げ、6万8000円ぐらい、2本で12万、13万。なんかお仕事でそういう映像撮りに行ったり、イエーイ、遊びで。羨ましい。ただあのバカンス、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 綺麗な。だったらついでにもう一本、はい、おすすめのアメリカで結構流行ってるんだけど、天から、はい、天からが流行ってるんですね。天から流行ってます、アメリカ。もう40年ぐらい前に持ち込んだ人たちがいて、はい、そういうのが今だんだん、うん、この10年ぐらいで、天からってやったことない。これただ糸をこれに毛張り付けるやつ、延べ竿みたいな、延べ竿でキュッキュッってこうフライのも糸が止まってるよみたいな、あの渓流とかで先の縁、先の縁に入れてだから、昨日もねお客さん来てバスとかって話出て、これバステンカラーにしたらいいんじゃないの、あのゴムの紐みたいなのにトッパーつけて、ハワイだとあの渓流にスモールがいっぱいいるんで、これ持ってこれでも渓流じゃちょっと長すぎる、まあね、まあちょっとジャングルだからちょっと移動が大変かも、まあ、キューフィードともうちょっと短いのもあるけど、あの通常は振り出しなんですよ、はい、から、はい、ほとんどの、あ、それを継ぎ竿で作る、これ継ぎ竿の継ぎ、あ、本当だ、こことかこことかで、あの生まれ故郷は こいつだから、うん、基本あの丈夫に作ってある、丈夫に作ってあるから思いっきりあのシューティングできる、 あそこ狙おうしたら狙える、で振り出しの竿だとそんな思いっきりやったら、はい、下手すと折れちゃ う、 うん、だからこれで70センチのスチールヘッドつってる、10.5尺、あの福島とかスーさんが行く遠征とかで、まあ山入んないかもしれないけど、福島山入んない、あそこでイワナとか連れてってもらうんだったらありだよね、こういうので登ってっていいとこあったらスルスルっと作って、それで、あ、これまだね新製品なんで、はい、ネットに出てないんだけど、はい、近いうちあげますんで、はい、これあのピッてやってもらえれば、はい、あ、どうぞどうぞ、ネットが出てくる、うん、あの説明文近いうちあげます、はい、それとあの実は今そっち先のキャスティングコーナー、はい、あの投げてるんですよ、フライとかルアーとか、はい、そこで今この日本の竿を今投げてますので、もしあれだったら、まあ、ちょっと、はい、大して並んでないと思うんで、はい、ちょっと見て、はい、投げてもらえれば、ありがとうございます、よりわかる、はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。メーカー名なんて読めばいいんですか。あ、リチャーズ、リチャーズ、リチャーズ、はい、で、竿が、まあ、全部ペンタスティックっていうシリーズ、はい、で、まあ、こちらはワイルドジョーカー、ワイルドジョーカー、はい、そうだ、ワイルドジョーカー覚えてる、ワイルドジョーカー、北海道か、ワイルドカードと、はい、あのワイルドババのジョーカーをかけて、はい、これいいな、絶対どこの、うん、あのカップロットよりも
パキッとしてるし、軽いし、パワーロスないし、まず投げれば分かると思うんで、はい、ちょっとやってみてください。ありがとうございます。すごいね、これ。